すごい。おはようみんな。みんな、このちょっと早い時間からの配信すいません。ちょっと待ってね。設定っていうかさ、ちょっと待って。よいしょ。コンセントがこんなことになってて。ちょっと待ってね。ちょっと準備がね、間に合ってないね。おはようございます、本当。みんな朝早くからほんまごめんなさいね。今日、急遽生配信することになったんだけど、急遽っていうか、まあ、昨日の夜ねやろうって思って、で昨日の夕方6時ぐらいからも昨日は生配信したんだけど、最近ねよく DM でいただいてて、サチさん生配信すごい楽しみにしてるんですけど、ちょっと夜いつも私9時とか10時ぐらいから生配信したりするから、ちょっといつもちょっと夜はねもうできない、参加できないんですっていうさ方がすごく多くって、ほんでちょっと夕方の6時ぐらいと午前中とかさ日中とか時々時間を分けながら生配信していこうかなってちょっと思ってて、やっぱりみんな人それぞれでしょ、なんか見れる時間ってね。でなかなか参加できなくてすごく残念って、いつもアーカイブ見て寂しい気持ちになってるっていうねお声が結構あったんですよ。だから、まあ、ちょっとたまにはねこういう風ななんかお昼にしか見れない人の生配信とか、まあ、夜しか見れない人の生配信とか、なんかそんな風にしながらねやっていけたらなって、まあみんなのね希望に応え、全員の希望に応えれる時間ってそうそうないんだけど、なかなかねこの時間やったらみんな見れるみたいなのはなかなかないと思うんやけど、そんな感じでやっていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。今日はみんなにも言ってたように、その質問に答えながらメイクしていくっていう、ちょっとのんびりしようかなと思ってます今日は。急ぎながらこの時間がないみたいな、そんなんじゃなく、ちょっとのんびりねやっていきたいと思います。あ、初参加の方がいらっしゃる、ありがとうございます。もうみんなね本当にあれよ、もうラジオ感覚でのんびり聞いてくれたら嬉しいです。もうほんまもう真剣に聞く私のチャンネルって、私ねそんな参考になるあれもないから、なかなかねあれなんで、気軽な気持ちで聞いていただけたら嬉しいです。よし、そしたらやっていきましょうかね。ありがとうございます。わ、もう168人、170人ぐらい見に来てくれてる。わ、嬉しいです、本当に。今日みんなのね、なんか質問にも答えつついけたらいいなと思ってるので、ぼちぼち行きましょう。わ、すごい。なんかまたね、普段と違うお名前がよく見えてるので、結構ね、嬉しいですね。いつも見れなくてうんってなってる方がねいるって言ったから、よし、ちょっとね私も今日ドスッピンでちょっともうほんまコンタクトもしてないからあれなんですけど、まずねパックしていこうかなと思います。今日はこれドンキでこの間買ってきたんですけど、毛穴小町、ほんま今日ほんまにねちょっと時間の制限がそんなにないから、まあぼちぼちのんびりいこうかなと思ってます。夕方ぐらいからはちょっとね用事あるんやけど、よし。富岡義勇さん、アイメイクよくできないです、すごいお名前、あ嬉しい。よいしょ、こんな感じ。お、あ結構すごいたっぷりな感じやわ。あこっちしたかった、こっちしたかった。皆さんパックしてますか。よいしょ、これ結構ねいい感じやな、伸縮性が若干あるタイプかも。うん、おエンジェルエミリーさん、ありがとう、姉妹で見てますって書いてくださってる、
ありがとね。なんかね、私もねパックたまにしかせえへんねんけど、まあ毎日するわけじゃないね、全然。ほんまに時々気が向いた時に、ちょっと時間に余裕がある時とか、あれなんかご褒美的にね、なんか今日ちょっと疲れてんなとか、そういう時だけちょっとやってる。まあ、しょっちゅうしょっちゅうせずにね。時々自分へのご褒美というか、結構日に焼けたなみたいな、外での時間が長かったなみたいな時はね、パックしたりとかしてる。全然ね、お肌のケアとか本当にしてなかった。今までこの YouTube 始めるまで、その2021年の1月から始めたんやけど、この自分のチャンネルをね。なんだけども、それまでさ、もう全然このスキンケア的なことって何にもしなくって、ほんまによいしょ、なんかみんなからスキンケア何してますかとかっていろいろ聞かれて、初めて、あ、そっか、私もスキンケアちょっとやってみようかなとかさ、いろいろ思うようになったのよ。ありがとうございます。わあ、いろんな方がね見に来てくれてて本当嬉しい。ありがとうございます。初めて、縦のゆうさんかな、ひろしさん、縦のゆうさん、初めて生配信に参加できました、いつもすごい元気もらってますって、ありがとうございます。うん、嬉しいですね。うん、ありがとうございます。あー、ウータンハータン、今日は休みなのでガストモーニングしてました。あ、私ガストのパンケーキが好きやね、朝ごはんの。おはようございます、みんな、ありがとね。ももさん、歯医者行きました、まだ痛いけれども、たしさん、皆さんに会えて癒されました。抜歯したっていう。ああ、嬉しいですね、皆さん、ほんまに。あ、かずちゃん、ありがとう。日焼けにはパックね。私の中学校からの同級生のかずちゃん、ありがとうね、見に来てくれて、いつも本当にありがとう。ごめん、ちょっとごめん、咳が出て。このさ、台風ちょっと近づいたりしとったやんか。ほんま、私さ、片っぽの肺を取ってるっていうか、切除してるから、ちょっとね、気圧の変化とかにほんまに気管がちょっと弱くて、ほんまにね、ちょっとごめんなさいね、咳しちゃって。ゆかななさん、一日何もない日もメイクしますか？ね、メイク基本的にはね、休みの日はしないんだけど、なんか急にメイクしたくなる時って結構あって。あ、ウータンハタさん、ありがとうございます。スパチャしてくださってありがとうね。あれよ、なんか急に思い立って、なんとなくメイクしたくなってさ、何の用事もないのにさ、何の用事もないのにメイクして余計に出かけたくなるっていうことある。何の用事もない時に限ってすっごいメイクがうまくいったりとかする。ありがとうございます。中道めぐみさん、夏は顔合わせがひどいんですが、メイク崩れしないメイク方法はなどありませんか？いや、私もね、今研究中やねんけど、最近ほんまにメイク崩れしにくいとか、擦れに強いみたいなファンデとかいろいろ紹介させてもらってて、ハリアスとかはほんまに落ちにくいなって感じた。ハリアスっていうクッションファンデなんやけど、あれほんまにね、落ちにくいし、クッションファンデやのに跡がつかへんというか、つきにくくて、めっちゃ自分の中でも、わ、これめっちゃいいなと思った。ありがとうございます。あ、 M さん、今月人生初の手術します。怖いけど、サチさん見てると元気になれる。わ、ちょっとドキドキやね、ほんまに。うまいことね、行って、もう元気に退院してくださいね、ほんまに。怖いよね、手術の前って。私もほんまに怖かった。肺に腫瘍が見つかってさ、手術したんやけど、私はね、なんか肺カルチノイドっていう、なんかがんではないねんけど、がんみたいに進行したりとか、その抗がん剤が効かないっていう、ちょっと厄介な
あの腫瘍だったよね。で悪性だろうがその良性だろうがもうとにかく邪魔でしかないわけよ。もうほんでね、毎年肺の検診してたんやけど、ちゃんとね健康診断とか行ってて、で1年前には何もなかったのに、突然もう横2センチ縦が6、7センチぐらいあったのよ。急にもうできてて、だからもし良性だとしてもこんだけ進行が早いのはちょっとまずいなってことになったわけで、ハイカルチノイドってあのほんまに良性と悪性があって、悪性の場合はほんまに助かる見込みが少ないって言われるぐらいちょっと危険なあれなんやけど、私の場合はその悪性ではなかったんかな、悪性ではなかったんかもしれへんけど、でもこんなに大きくなるっておかしいよねってことになって、良性のくせにこんだけ急激にさ急成長するってなったら、これはもうもはや良性と良性とはいえさ、もう悪性っていう風に言った方がいいかもしれないみたいなことになって、もう急いで取ろうってなったわけよ。やけどさ、普通の腫瘍と違って、普通の何かこう摘出みたいなのと違って、小さい内視鏡っていうかな、なんかこのちっちゃい穴、ちっちゃい穴から出すってなると、そっからこうガシャガシャとかってなって細胞が散らばる可能性があるって言われて、そのあばらの辺をバッサーって切ったんよ。もうすっごい痛くて、もうマジ死んだ方がマジちゃうんかっていうぐらい術後がすごい辛かったんよね。だからなんかあのほんまにいろんな手術、ほんま痛くない手術もあるじゃない、術後がすごい楽な手術もいっぱい世の中にはあるから、特に私の場合はちょっと痛みがひどいタイプの手術やったからちょっと辛かったんけど、もう多かれ少なかれ入院ってほんまにちょっとさ、気持ちがもうめいるし、ほんまになんかこう不安な気持ちやけどさ、それをまたなんかうーとか言ってられへんやんか、なかなかね。だからほんまにちょっとめいっちゃうからさ、本当になんかいい気分転換をしてもらいたいなってほんまに思うよね。なんかあの普段は読まない、読みたいなと思ってても読めなかった本とか漫画とか、なんかそんなんを読む時間にしてもいいと思ってて、で私はねその時あの結構レシピの本持ち込んでた。ほんでなんか帰ったらこれ作ろうとか、あちょっとパーティーしようとかなんか楽しいことをすごい想像するようにしてたね。ほんと増田美香さん、がんと聞くとはぁって思うよねって書いてくれてた。ほんまそうそうだからあのがんって言われたらがんって言ってやろうかなと思ってたんやけど、なんかちょっとがんもどきみたいな感じですって言われたから、うんってなってリアクションにちょっと困ったんよね。あ、ミーチップさん、おはよう。さっちゃん、おはようございます。ありがとうございます。皆さん、ペコさん、さっちさん、おはようございます。おはよう。ほんま今日もね、なかなかあの普段は見に来れない方は見に来てくれてね、嬉しいです。ほんまありがとうね。もうええかなパックもう我慢できへんタイプやからあんまりよいしょ、わあ、うん、はあ、ランナナさん、ランセブンさん、どっちやろうか。いつも昨日ねコメントいっぱいくれてありがとうございます。サチさん、うつの薬の副作用で激太りが止まりません。薬を飲みながら痩せる方法ありませんか。いや私もねこの抗うつ剤でもう死ぬほど太ったからマジで、もう私もほんま謎やった。ほんまになんでなんでなんていうぐらい、ほんと、はあ、よし。あでもなんかすっごいこれいい感じのパックやった。今日はねよいしょこういうパックしました。つぼ草エキスって書いてあるからの鹿パックと一緒ですよね。これ結構良かったよ今使ったけど、使い心地もなんかね取った後もちもちって感じやった。うん、買って正解やった。あ、ありがとうございます。よいしょ。今日はねそう、私我慢があんまできひんタイプね。ほんと
はあ、そう、黒猫のリーさん、抗うつ剤飲むと心が安定するから食欲増すので太るみたい。そうなんかね、あの私食欲も一切なくなってたから、余計にその食欲が出るような、そなんかこう促進剤的なものもあったんかもしれへんね。ほんまそれはほんまにちょっとしんどかったけどね、なんで太っていくんやろみたいなね、ほんとありがとうございます。よし、コンタクトつけていきます。私が使ってるのはね、このハニードロップスっていう、今これ一番使いやすくて使ってるんやけど、よいしょ、あれどこ行った、これ土入りなんですよ。土が入ってて、ああすごい、もう300人ぐらい見に来てくれてるM さん、トイレ行きたくなってきた、行ってきてぜひ我慢せずに、我慢せずに行ってね。もうなんかこのこんなやつで、あの結構ねこう黒目がバチッと大きく見える感じのやつ、これ入れるだけでさ、だいぶ顔が盛れるなって自分で思ってんね。サナさん、わーい、初見です、ありがとう、見に来てくれて、うん、嬉しいな。ちょっとコンタクト入れるね。なんかさ、コンタクト入れるのでさ、なんかスポイトみたいなやつでパってこうつけてやるやつあるやんか、あれも私やってみたいなと思いながらも、あれ怖くてあれ怖くてできてないね私、ほんまに。ちょっと待ってね、もう大丈夫か、よしよしよし あれすごい便利そうやけどね。ありがとうございます。みゆあみさん、同じ広島です、この時間いいわ、ありがとう。やっぱ時間いろいろ変えていくのはいいよね。この時間にしかなかなかね見に来れないっていう方がやっぱいらっしゃると思うから、夜勤ばっかりでその日中だったら見れるんですけどとかっていう方も結構いて、あとはね、お休みがバラバラで結構朝早い仕事だから、なんか夜遅いとなかなかねとかってそうなのよね。そう、スポイトめっちゃ怖すぎるよね私。なんか私もね、どこで売ってんのか分かれへんねだからネットで買うまでのなんか熱意もないって感じだけど、ちょっとコーヒー飲んでいきます、飲んでいきますあゆさん、おはようございます、この時間はきついわ人それぞれよね。ちょっとまた夜のね配信もしていくから、あのこの時間がきついなっていう人はちょっと無理せずにね、ゆっくり休んでくださいね。向井かなえさん、子供が濃厚接触者になり家で待機、そんな時間に配信見れてラッキーと思う私です、ありがとう。そうか、濃厚接触者になる、あの同級生とかね、学校とか、そうよね、学校とかはねすぐ学級閉鎖とかになったりとかねするやろうし。甘い菓子乙女さん、度付きのコンタクトって切れるたびに病院行かなきゃいけなくないですか。それは普通に、ん、普通、ん、それは普通に買えるやつですか。私ねネットで買ってんのよ。だからそのカラコンって、あの眼科の先生に言わせると、あのあんまり良くないって言ってただからすごい、みんなもカラコンしなよって、私もちょっと声を大にしてはちょっと言いづらいなと思ってるんよ。なんかあのコンタクトってもともとほんまに病院でちゃんとね処方されて出されるものやから、カラコンはほんまにね、あのやめた方がいいですよって言われて、でもやめたくないなと思ってやめてないねんけど、だからほんまにね、なかなかちょっとおすすめはしづらいねんけど、自己責任って感じになるからさ、視力がそれで落ちてしまう人もいるやろし、もうほんまちょっと無理せずに、その辺はちょっと自己判断で、ね、やってもらいたい。ごめんね、無責任なこと言えなくてさ、ほんまにごめんなさい。そう、Nミリーさん、乱視だとカラコンないから、そうなんよね、近視とかさ、なんか遠視用のカラコンとかはあるんやけど、乱視用がなくて、結局なんかどんどん度数が上がっちゃうみたいなことになって、
困るよね。あ、マナタロさん、ちょうどさっきサインのリッチシャイニングクリーム届いたから使ってみます。ほんまにね、なんかあのそんなたっぷり使わなくても薄くで全然いいから素敵よ。もうぜひぜひ。はい、アイテープを貼っていきます。これ二重テープ、よし。この二重テープになってるな、いつも。結局はいろんなの試してみたんだけど、結局これが一番自分の中でしっくりきて、よいしょ。うん、そうね、カラコンって難しいよね。本当海外とかの安いコンタクトとかで目をね痛めてしまったとかっていうの聞くと、わあやっぱりちょっと気をつけなきゃとかも思うんやけどさ。本当ね、よし、はい、二重テープが貼れました。おからさん、テープが鰹節に見えた。こ結構ね、薄いんだけど、こうなんか不織布テープみたいな感じで結構しっかりしてて、二重テープの両端が剥がれるのはなぜ。あのね、やっぱり貼るときにこう手で触ったりとかするから、どうしてもその手のさ成分っていうか、そのケラチンみたいなものがつくんやと思うよね。で、あのメイクのそのクリームだとかそんなもついちゃうと思うんだけど、私はねそういう時は、剥がれてきたりとかした時はこの二重のりとかでもいいし、このつけまのりみたいなので、ちょっと端だけちょっと縫ってペタって貼ったりしてる。あ、嬉しいです、ありがとうございます。 M さん、トイレ行ってきました。おかえり。おまマーミンさん、昨夜も今朝も偶然ラッキー生配信、おお、ありがとうございます。高島さなえさん、幸さんの人生を変えた一言みたいなのありますか。あのね、私が中学校の時にね、あの私小学校までしか親と一緒に住んでなくて、あの小学校卒業とともに、あの県外に出てね、武者修行というか、あの私スポーツしてたから、それで下宿して教えてもらいに行ってたんだけど、その時の先生がものすごい厳しくって、でもすっごい素晴らしい先生なんよ、尊敬、今も尊敬してんねんけど、その先生がね、あの人事を尽くして天命を待つっていう言葉を教えてくれて、人間っていうのはもう思いっきりやれることを全てやりきって、もうこれ以上自分は頑張ることないわっていうぐらい、ちょっとやれることを全てやったら、あとはもう天命を待つしかないんだよって。だから逆に言うと、あのもうやりきらないとそのあかんよっていう教えでもあるし、そのもう人間っていうのはもうほんま先はねもう分かれへんから、自分なりに全力をベストを尽くせば、あとは結果がおのずとついてくるんじゃないかみたいな意味もあるし、どんな風にも捉えられるんだけど、その一言はねほんま自分を変えたかなと思う。うん、なんかもうなんかすごい真面目な答えでごめんなさいねって感じだけど、ほんとね、そっからすごいほんまになんかやれることは全部やろうって感じに、もう全力でね頑張れるだけ頑張って、あとはもう神のみぞ知るだなみたいな感じで私も思ってるんやけどさ、たださ、それが具合を悪くする時もあるで。自分でほんまになんかね矛盾してんねんけど、でなんかもう人事を尽くさねばならないみたいなさ、そしてなんか私はまだなんか全力を尽くせていないのではみたいなさ、まあちょっとストイックになりすぎてなんか頭おかしになっていくみたいなところもあるから。もっちさん、ありがとうございます。おはようございます。またまたお邪魔しますということで、ありがとうございます。あ、そうそう、白黒、そう白か黒かで、ね、はっきりしたかったのよ。ほんまにもうゼロか100かみたいなぐらいの感じやってんけど、もう今はねそれやめようと思ってやめてる。
もうぼちぼちでいいんだよなって、もうなんかさ、そんな、まあ、もちろん全力尽くすって人としてはねすごい大事なことやから、その頑張れる時はそうするべきやなとは思ってんだけど、もう今はもう頑張れない自分も許そうって思ってる頑張れなくてもいいんじゃねみたいなそんな感じでね。ラミさん、目の印象だいぶ変わりますよねって、ほんまね、 目元の印象ってすごい大事じゃない。なんか目はさ、口ほどにものを言うっていうぐらいさ、やっぱり目の印象が結構人に与えるね、イメージって大きいと思うんだけど、だからいつもさこんな顔しとったら、やっぱりなんか目つき悪かったりとかするとさ、あちょっとなんか嫌な感じかなとか、冷たい感じの人かなって思われたりとかもするやんか。こうゆみさん、スポーツは何をやってたんですか。私ね、ジャッキーチェンになろうとしてね、幼稚園ぐらいの時に、というよりもうほんまに物心ついたぐらいから、私いつかジャッキーチェーンが迎えに来るって思っててだから何かしなければならないと思った時に、もう ちっちゃすぎてさ、どういうスポーツをジャッキーがやってるか分かってなかったわけよね。カンフーとか少林寺みたいな分かってなくて、近所のお家の子が柔道してたのよ。だから、お、柔道着を見て、お、これだと思って、あれがやりたいみたいな感じでやり始めたんやけど、9歳か10歳ぐらいに、お、競技違うなって気づいてそう、もうほんまにもうびっくりした、ほんまに自分でこんなミスすると思ってだけどもうとりあえずその格闘技、何らかの格闘技を始めなきゃいけないって自分で勝手に思ってたから、そのジャッキーと一緒に仕事をしていく上では必要だと思ってびっくりしちゃった、ほんまにマジで。もうだから今でもやっぱね、ジャッキー好きよ、本当にジャッキーの映画をねやっぱり楽しみにしてる。あの人すぐ引退するっていうかよし、下地をしていこうかな。今日こそこちらにしようかな。今日はメイベリンです。チワワ2000ロンチーさん、チワワでやってる、チワワ2000ロンチーさん、サチさんは更年期来てますか。私はただいま絶賛更年期中です。そんな自分を今日はええでって思わないとですねって。更年期っていう、これが更年期かみたいなのはないけど、まだね、まだないんだけど、でもきっとそのうち出てくるやろうなとは思ってるんやけどさ、でも更年期、これが更年期かっていう感じは自分で実感はないんだけど、でも年齢はすごい感じてきてるんよね。なんかうわすごい、やっぱちょっと私年取ったんやなとか思うことはすごい増えた。もちろん体力面もそうなんやけど、なんて言うのかしら、夜通し起きとくことができなくなってきてるよね夜遊びできなくなってきてんねん、ほんまにマキ0217さん、水拳メイク酔っ払いメイクビスコさん、サチさん大好き、いつも拝見してます、初コメです。私も白黒はっきりさせたいタイプですが、グレーの部分もあっていいのよねって。そうね、ほんとそうですよね。なんかもう私もさ、なんかもう白黒つけとうてしゃあなくて、なんかもう善か非かみたいな、善か悪かみたいなところがすごいあったから、変な正義感も強くて、もうほんまに鬱陶しいタイプやった。自分で自分をなんかすごい嫌やった。ありがとうございますと、カチューシャが似合いませんって書いてくれてる。ちーさん、カチューシャが似合うようになるにはどうしたら。カチューシャが似合う似合わへんってあるんやろか。私もう似合おうが似合うまいがもうつけちゃってるって感じやねんけど。こっちさん、サチさんの動画に元気をもらっています。どうしても辛い時はどのように乗り切ればいいでしょうか。娘が思春期で接し方も難しくて。ほんまよね、難しいよね思春期。そうか、でももうそっとしとくしかないんやろうけどね、ああいう
なんか子供たちのこの反抗期的なところはさ、うちも反抗期あったといえばあったし、なかったといえばなかったんやけど、それ以上にちょっと大変やったからね、うちはほんまにやばいぐらいのなんかそのまあパパがね亡くなったっていう部分でほんまにしんどかったからさ、みんなそれどころじゃなくなってしまったっていう、あのそれはよろしくないよね、逆にね。だから思春期ってあっていいと思うよね、大人になっていく過程の中でさ、やっぱ必要な部分なのかもしれないなと思ってるね。だからうちはほんまに、だからその反抗すらね、思いっきりできなかったんじゃないかなと思って、それすごい反省してんねん。もっと私がしっかりしとったら、もっと子供たちはもっと甘えれたりとか、もっと子供でいれたんじゃないかとかってすごい思うねんけどさ、しゃあないよねこればっかりは。でも私は辛い時はね、もうほんまにその辛い原因のこと考えるのをやめることにしてる。前ね、前までは本当にさ、そのことについてもう寝れないぐらい、もう、もう何日も何日もそのことについてぐーっと考えてたよね。多分考えるのも好きなタイプなんやと思うんだけどさ、なんかもう考えるのやめようとか思いながらもやっぱり考えてて、そんなことがすごい多かったのよ。だからね、それは良くないなと思って、もう考えることすらやめようと思って、野原紫さん、サチさんの動画見てシーインでカチューシャたくさん買いました。そう、シーインでね、めっちゃ可愛いカチューシャがいっぱいあって、そしてね、2、300円で買えたりするんよ。ただ壊れやすかったりもする。このなんかこの部分がこう外れやすかったりとか、あのペラペラな紙みたいなのでできてたりとか、ちょっとがっかりするものもたまにはね、中にもあるんだけど、すごいね。でもすっごい安いし、めったにお目見えしないような感じのおしゃれなものにも出会えるからね、ぜひぜひ見てみてください。ありがとうございます。おからさん、お母さんも毎日毎日しんどいですよね。ほんまね、あのお母さんってなんなんって思う時あるよねマジで。やすやすおさん、いつも元気もらってます、ありがとう。いや私こそね、皆さんありがとうね、本当に。りかさん、わかる菅原千恵美さん、さちさん、はじめまして、お楽しみ様です私も初コメになります。いつも楽しく拝見させていただいてます。今日も元気なさちさんに会えて嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。四つ葉のクローバーいっぱい、かわいい。エリーさん、こんにちはありがとうございます。大野幸子さん、カチューシャしてると頭痛くなりませんか。そう、これきついやつはね、結構ここがぐーっと締め付けられて痛かったりするんだけど、結構 CE のやつはあのいい風に緩いよく言うと緩くて頭痛くなりにくい。すごい、うん、いいですね。確かに。あ、M さん、アイメイク終わりました。早っ。私、全然進んでないわ。今日はクッションファンデを使いたいなと思うんですけど、今まで買ってたのに、なんかタイミングがなくて使ってなかったものを、今日は使おうと思います。吉田千恵子さん、家族全員コロナにかかってて、私も倦怠感でだるいのに、私中心に家事せなあかんの、なんでなんな、超納得いかない。ほんまね。ほんまそういうのあるよね。私みんなしんどいんじゃないみたいなみんなでやろうやって思うよね、ほんま。はい、こちらです。あ、岩井さん、昨日の餃子美味しかったですか。私ね、昨日の餃子ね、食べられへんかって。でも前回作ってくれた時はもうほんま美味しかっためっちゃ。こちらです、ラビオッテっていうやつで、なんかすごいさ、こう懐中時計みたいな感じ、すごい可愛いなと思って、なんか不思議の国のアリスみたいな感じで可愛いなと思って買いました。こういうやつ、これどこで買ったのかな。これもドンキで買った気がするのよね。ドンキかどっかのドラッグストアで買ったと思う。多分ドンキやったと思います。こんな色がね、ナチュラルベージュ買いました。ラビオリラビオってそう、お湯さん、トイレ行こうかな、行って絶対行って、トイレは我慢しないで。ゆかりはん、デザインかわいい、
構かわいいよね。なんかツヤ感もあるみたいな、厚塗り感を感じさせないナチュラルな仕上がりなんだけど、高密着高カバーって書いてあったから、どんなもんでっしゃろと思って買いました。よいしょ、こんなの、リーさん朝からスイカ食べてご機嫌え、これこっちから開けるんちゃうんや。あ、ちゃうかった、私さこれをパキッとするんかと思った、ちゃうかった、こっちにあった。リカさん、私は子供時代いい子だったな、自分がわがまま言っちゃいけない、全部自分で止めてたな、今高齢になった母からの呪縛に苦しんでいます。あら、これしんどいね。なんか私もね、いい子でいなきゃいけないって思ってた時代がほんまにあったんよね。こう親の期待に応えなくちゃいけないって、親はそんな風に思ってない、頑張ってくれたらいいなって、私の親はね、頑張ってくれたらいいなと思ってほんまに応援してくれてただけやってんけど、それがすごいなんか しんどくなる時期があって、ほんまにそれがね、一時すごい爆発したように、もうこれ以上いい子ではいられないみたいな風に思った時はあった。だけどなんかお母さんにいい子って何って言われてんってなったけどそうね、でお母さんがすごいなんか悲しそうな顔してごめんねって、なんかあなたが頑張ってるのをすごく嬉しくてって言うとったのを、その顔を見たらさ、なんか その顔未だに忘れられへんくて、あんなこと言わなきゃよかったとか思って、今でもね思い出して悲しくなっちゃう時あるねんけど。にじまま鈴鹿さん、いつもさしさんの動画でいつも明るい動画で笑わせてもらっています。旦那のストレス半端なく溜まってます。子育て全然手伝ってくれません。母の介護と子育てと毎日バタバタです。少し旦那に手伝ってほしいと思いますが、どうしたらいいですか。長くなってしまいすみません。いやもうこれほんま手伝ってほしいよね。子育てもそうなんやけど、あんたの子でもあんねんでとかって思うよね。ほんまなんか子育てって女の仕事だろとか言われたらさ、はとか思うよね。何言ってんのこいつとか思ったりするよねほんま。ちょっと中身見ていきます。あ、まだ蓋がおお、こんな感じやった。これどういうことあ、こうなってたよね、こうなってたみたい。今自然に取れたわ。どうかな、使いやすいかな。うん、お、お、結構カバー力高いのかもしれない。崩れやすさはまだ分からん。結構カバー力は高めな感じがする。あ、でも指の跡は結構つくタイプでもクッションファンデってさ、ちょっと乾かしてから時間置いてからちょっと様子がね変わったりするから、結構白くねすごいナチュラルベージュやけど、結構アイボリーぐらいの感じの白さある。かなりカバーしてるけど、かなり白い。すごいない？どうでしょう。半分してみた。白いね。ほんで、ちょっとやっぱ跡がついてるね、ほら。こんな感じ。崩れやすいかもこれカバー力はでも確かに半端ないけど、ちょっと指めっちゃ汚れたいや、このクッションファンデでさ、私ハリアス紹介させてもらったやんか。なんでハリアスを紹介したかって、やっぱすごかったんよ、ほんまに。クッションファンデか、似たり寄ったりちゃうかなとかって思ってて、でいやそれが違うんですってみたいな感じで言われて、
ちょっと見てみようってなって使ってみたらほんまに指の跡とかも全然つかへんくておーってなったんよね。それぐらいそのクッションファンデ自体があのこの子が悪いわけじゃなくてクッションファンデ自体が結構やっぱこんな風になりがちよね。こんな感じのものではあるよね。やっぱツヤ感とか濡れ感みたいなのを大事にしてる部分があるからこうなっていくんじゃないけどね。イブリンさんつけすぎじゃない？いやもうでもね人塗りの感じでこんなんやったよ。もうすでにもうねなんかじゃないとムラになっていくって感じやったん。今新しくつけずにあのこれについたものをトントンしてるって感じ。こう新しくこうポンポンせずにねこんな感じやわ。うん。おちょっと待ってね。ちょっと待ってね。岡田さん、上からパウダーしなきゃいかんやつかな。これせなあかんと思う、多分。うん。平あゆさん、さちさんおはようございます。思春期の話で、うちの二人の子供たちは発達障害があり、不登校を経験しました。上の子は小さい頃はじっとしているのが苦手で店の中を走り回ったりそんな時よその子と比べてしまうと私に友達親友があのさあんたの言ういい子って親にとって都合のいい子やろあんたの子供めちゃくちゃいい子やんかと言われて反省したことを思い出しました。わあすごく素敵なエピソードよね。やっぱでもわかる。なんでうちの子はすごい言うこと聞けへんのやろうとかなんでやろうって思うのはみんなそうじゃないかな。やっぱりみんなそんな風に思ってあこのね誰々さんのお宅の子ってすごい勉強も頑張って少年野球とか入ってすごいしっかりしてていいなとかって思ったりもねする気持ちはすごいよくわかるけどやっぱねそのお友達が言ってくれたみたいに親の都合のいい育てやすいとかさ手がかかれへんっていうのをいい子って言い出したらさもうなんか寂しいよね。我らみたいな親いらんのけとか思うじゃん。だからなんか私もあの、まあ、自分もすごい未熟やからもう一緒に成長してんねんなみたいな一緒に子供みたいなもんやからほんまになんか一緒に勉強してこうって思ってる。ほんまにし難しいよね。ほんま石川めぐみさん今のさちさんオペラ座の怪人みたいその顔で真面目な話してて受けるほんまになんかそうだよねとかこっちだけほんまおもろい。よいしょ。うん。やっぱりねちょっとこの韓国コスメとかもそうなんやけど結構やっぱりその白いのがやっぱり色白美白みたいなのがすごくやっぱりね良しとされてるからさどうしてもこう白くなりがちではあるよね。まあでも私は嫌いじゃないけどね全然。なんか塗るだけでほんまになんか色の白い人になったみたいな感じになっていいかなとは思うけどただこれはちょっとやっぱりさ跡がつきやすいからマスクしたらマスクのシワシワの跡までついちゃいそうな感じはする。うんやっぱり結構跡がついちゃってるな。こんな感じハゲてくるね。難しいね。みんなオペラ座の怪人みたいなみんなこんなさ平日の昼間からさオペラ座の怪人みたいなおばあを見せられてるなごめんね面白い。ちょっと待ってもう鼻水出てきたわハルトワチャンネルさん社会で子育てなんて言われてますけどその社会の目で子育てしんどくなるときあります。わかるそれほんまに。社会全体で子育てって言いながらさなんかすごい同調させてくれるんかあのなんかいいお母さんとはみたいないいお母さんって難しいやんほんまに難しい。見ても鼻かんだらもう終わってしまったこれ。ちょっとこれ残念な感じかもわからへん。もうちょっとあかんわ。もうちょっとこれね結構首との差もあるから結構大変かもわかんない。
ほんまに難しいわね。そうなのよ。これもう鼻かんだらもう全然もうあかんわ。もうハゲハゲやわこれ。ちょっとこのファンでちょっと残念やけど、ちょっと私には悲しい結果になってしまった。見てこんな感じ。ちょっと触っただけで結構ヨレヨレになっちゃう。首は塗るんですか？あのね、結構首の方はね、最後ら辺になんか塗ったりとか、出かける前に日焼け止めとかの塗ってちょっと白っぽく なる感じになってんねんけど、ちょっともうこれあかんかも。ちょっと悲しなってきた。ちょっと取ってもええかな。ごめんなさいね。よいしょ。ちょっとごめん、簡易的に取らして、ほんまに。汗かそう、カズちゃんがあの汗かいても取れそうやねって、汗かかんでも取れてきた。ちょっと触っただけでね、ほんまちょっとこれあかんわ。KU さん、子供にとっていいお母さんでいればいいのか。うん、そうやね、難しいよね。その子供にとってさ、どういうお母さんがいいのかっていうのもすごい難しくない？なんかあの怒れへんお母さんがいいのかって言ったらさ、そんなこともないやろしさ、難しいよねほんまに子育てって。何が正解なはってなるよね。なんかさ、あのよくね、褒めて伸ばそうみたいなさ、怒らないで褒めて伸ばそうみたいなことよく書いてあるやんか。だけど怒らずに済むレベルじゃないんですけど、うちみたいな感じの時ない？うちはそれがありますね。思わん？あずささん、ありがとうございます。今日仕事でゆっくり見れないからティッシュ代だけ置いていきます。ありがとう、ほんまごめんね。ありがとうございます。本当に仮面剥がれたね。オペラ座の怪人ちょっとやり直すわ。ちょっとあかんわこれ、ごめんなさい。これせっかく買って、ああ可愛いから嬉しいなとか思ってたけど、ちょっと全然ちょっと自分の思ってるものとちゃうかと。ごめんなさい。竹安ゆかぴょんさん、子供と関わる仕事をしています。忙しい時にお母さんお母さんと言ってきた時、ちょっと待ってと言って結局聞いてくれないと言ってる子供が結構います。あーそうね、それ結構言っちゃってるよね。言っちゃってる、私も言っちゃってた。ほんでさ、あの子供のお話を聞いてあげましょうって言うやんか。ほんであのと手を止めてね、なーにとか言って聞くやん。そしたらさ、永遠に質問終わらへんくない？私もさ、ほんまによし子供の意見をちゃんと聞くぞってこうご飯作ってようがさ、もうわーってなんか仕事してなかんくてもさ、ねえ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 とか言われたら一回止めて、何って言って聞いとって、永遠に話終われへん。ちょごめん、もう1時間経ってんねん。マジ一回やめさせてみたいなさ。正解がわからんよね、もうマジでね、ほんまに。褒めるだけで育てれんぞと思った。私はね、やからあのうまいこと褒めながら、うちは本当に褒めて伸ばしてるんです、よく頑張ったねすごいとかって言って育てれてるお母さん偉いなと思う。もうマジでうち無理やった、ほんまに。ちょっと待って、でも話長ない。ほんまに。なるほどね。難しいよね、ほんま。あ、化粧、赤星インコのピナ&まつりさん、化粧落としたティッシュのメーカーなんです。これはね、こちらはよくコンビニで売ってる拭き取りクレンジングのやつですね。ビフェスタのクレンジングモイストってやつです。こういうやつ、ありがとうございます。あず233番さん、
子供怒ったことない人いました。わあ、でも怒らなくてもいいんだったらほんまに怒らんでいいよね。だけどさ、絶対怒っちゃうわ私。こらー今なんて言ったみたいな、こっち来いみたいなこと結構言ってる。もうね、ほんま。なるほどね、ほんま。だからもう結構ほんまに、いや私は怒ってるよ結構。ただ自分である時気がついたのが、あの叱ってるんじゃなく怒ってるなって自分で気づいた時はほんまに反省した。私実は本当にね、ほんまに賛否両論あるし、絶対にあかんかったって反省してるんよ。私子供に手を挙げたことがあって、あのもういかにしなさいみたいなバーンって叩いてしまったことがあって、それをね、その手のひらの感覚まで未だに覚えてるんだけどさ、もうあれはほんまにちょっともう思い出すだけでもうわって自分で心がギューってなっちゃうんやけど、ほんまにね怒ってるんやと思う。私は怒ってたんやと思う。叱ってるんじゃなくて怒ってた、腹を立ててるって感じやから、もうあのそこがねあかんと思ったんよね。だからそれですっごい反省して、あ、これ私子供にいけないことをいけないっていう風に教えてるんじゃなくて、言うこと聞かんから腹立っとんねんなって思って、私がそのカチンときてさ、子供の態度とかにね。だからそれがね、そう、リカさんも書いてくれて、怒ると叱るは違うと思いますよって。だから私もね怒ってたんよ。だから叱ってたんじゃなくて怒ってたって感じ。だからそれはねもうマジで反省したね。うん、だからあの怖く叱るけど今はおいもういいと思うなよみたいな、そんなん許されへんでって。だからそこはね気をつけるようにしてる。もう今日はねそう、イブリさん全然メイク進まなくて悪い。もうちょっとあのいいとこまで行ってんけどあかんかったよね。今日はちょっとのんびりねみんなと やっていきたいと思うので気長に見てください。ほんまそうね、そうだよね。だからゆうこさん、ダメなことはきちんと教えないと大人になって大変になる。いや確かにほんまね、なんであかんのかをちゃんと言ってあげないとあかんよね。うん、ほんまね。ピユピさん、旦那に女として見られへんと言われ離婚を切り出されましたが、情はあると言われました。一緒にいるのは全然大丈夫と言われ意味がわからないです。一応離婚はなくなりましたが、モヤモヤがずっと残って生活しています。サチさんどう思いますか。どういうことやろ。だからもう女の人、女性としてドキドキするというよりかはもう家族仲間みたいな、親戚みたいな感じになっちゃったってことなのかな。なるほどね。でも情はあるっていうことはやっぱりその家族みたいな風にね、肉親のような感じに感じてしまったってことなのかな。難しい、夫婦って難しいよね。他人やもんね、だってね。ほんまね、そうだよね。いやこればっかりほんまに分からへんな、難しいよね、ほんま、うん、なるほど。いやこれほんまちょっと考えちゃうよね。女として見られへん。ピユピさんは旦那さんのことを男として見れてるんかな。難しいね、ほんまにね。ちゃんぱるぱるさん、サチさんの動画を見てメイクの楽しさを知りました。サチさんと年齢変わらないのですが、私は生まれた時から今までアトピーで、夏は本当に大変です。アトピーでも化粧を楽しみたいのですが。もう大変よねほんまに。国幸ちゃんもね結構なアトピーで喘息持ちでね、すごい大変やったんやけどさ、あの北海道のね豊富温泉っていう温泉でね、かなり良くなって、これなんか湯治、皮膚病とかなんかいろんなね湯治で全国からいろんな方が来てたけどね、
すごいつるんつるんになって、結構ねガソリンみたいな感じの油の匂いっていうかな、するお風呂なんだけど、温泉なんだけど、結構ねあれで良くなったね。でも豊富温泉って、豊富って書くんよ。豊富な、なんか財産が豊富とか自然が豊富っていう、豊富って書いて豊富って読むんやけど、豊富温泉にも1週間に1回ぐらいは必ず行っとったんちゃうかな、北海道の。そうなのよ。のんちあるあるさん、私は腹が立った時は子供を抱きしめて怒りを無理やり下げてた。それでも一番いい方法かも分からへんね。わーって腹立つと思ったらギューってして、うーんってなって、やっぱり子供って可愛いからね、その怒りを鎮めるっていうのはほんまにでもいい方法かも。それちょっといいかもね、ほんと。子供がちっちゃくてさ、もうなんかイヤイヤ期とかさ、何でもかんでもなんか自分でやりたいとかって、やだとかばっかり言う時って、ほんまになんか怒ってもしょうがない、だけど付き合ってもられいられないみたいな、その時のストレスってすごいから、そういう時はなんか、そののんちあるあるさん、のんちさん、のんちあるあるか のんちさんね、のんちさんの言う風になんかそう抱きしめるのもいいかもわからない。ほんまよね。あ、ランセブンさんね、ありがとう。歯医者についちゃった。行かなきゃ、サシさん、またありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。エリンコリンコプリンさん、見に来てくださったよね。ありがとうございます。明日誕生日です。おめでとうございます、エリンコさん。ありがとう。なるほどね。いや、みんなからすごいいろんな、田口美希さん、旦那に俺と結婚してよかったと聞かれた時、死ぬ寸前まで何とも言えませんと答えた。リアル、リアル。ほんまね。確かに。今はいいかもしれんけど、先わからんぞ。油断するんじゃねえみたいなね。確かに。確かにね。ほんまね。あ、ごまゆうこりんさん、見てるけど文字打つの遅いからコメントが追いつかない。ごめん。いいですよ、いいですよ、本当に。のんびりね、してくださいね、本当に。サチさん、メイクして。私、さっきからメイク全然進んない。一回ファンデまで塗ってんけど、全然うまいこといかへんから、もういいやってなったよね、さっきね。ちょっとリキッドファンデにしようかな。どうしようかな。よし。今日はこちら使いたいと思います。エクセルのね、スキンティントセラムっていうやつにします。ゆうこさん、正しかるのではなく何がダメなのかを教えるべきではって、そうなのよ、分かってんのよ、頭では。そうなんだよね、本当にどうしてダメなのかをしっかり教えてあげるっていう、それができたらね、もういいんだけどね、なかなかできへんのやで。 ほんまに。マッコリケイさん、豊富温泉ググってきました。あ、そう、ほんまにね、すぐ出てくると思う。めっちゃいいよ、あの温泉は。ほんまに、なんかね、何箇所かあるんやけど、ほんまに保養センターみたいなところが一番いいよ。そうなのよね。レさん、子供に叱っても次の日また同じことをして叱ります。口ではごめんなさいって言うけど、毎日同じことをして叱ってる。私の叱り方が悪いんかなって。いや、その繰り返しやと思う。毎日、昨日も言ったよね。お母さん、昨日も言ったよね。再放送かなみたいなことばっかりあるよね。わ かるわかる。 よし、これいきます。よいしょ。ほんま、今日はね、もうメイクもしていくんやけど、みんなの、質問とか、みんなとの会話重視でいこうと思うから、のんびり、のんびり見てってください。サマペさん、サチさん、ちょっとペットの世話して離脱してたけど、まだ完成してなかった。 何にも変わってなかった。いや、いっぺんね、いっぺんクッションファンデ塗ったんや。 やけど、
あまりの、あまりにも、ちょっと、よくなくて、オペラ座の怪人ぐらいな感じになってんけど、ちょっとあまりにもね、崩れがひどすぎてね、ちょっとやめました。一回撮ったんです。ごめんなさいね。うん、なるほど、すごい。またいろんな方が見に来てくれてんねんけどさ、あの時々ね DM で、あのなんでいつも、あのなんていうかな、ちょっと言葉が出てけへん。なんていうの、ああいうの。あ、コメントを返すタイミングとかも、あの、なんか生配信してるくせに遅くないですかっていう人がいてんだけど、あの、ごめん。ごめんって思ってんだけど、あの、なかなかね、メイクしながらとかさ、みんなのコメント全部読むって、できないよね。ほんまに。難しい。生配信ってほんまに難しいよね。小野和美さん、ファンデーションそれだけで足りるの？うん、足りひんかった。追加する今。余裕で足りひんかった今。もう全然足りませんでした今。びっくりしちゃった。みーさん、なんかでも子供だけではなく大人になっても何度も同じことを言わなくてはいけない人います。彼氏がそうです。わかる。わかる。男性陣と同じこと繰り返してない？ほんまに。この間もこのことで私怒った気がするんですけど、みたいな。なんだよ。でも自分もそうなんかもなとも思ったりするんよ。結局同じようなミスしたりとかさ、なんか前もこんな同じことで、なんかあの、わーとかって悲しんどったな、みたいなさ。うん。よし。よし、いい感じになったぞ。ありがとうございます。エリさん、初コメです。いつも楽しい動画を見て元気もらってます。子育て難しいですよね。私は一人で息子、一人で息子二人育てましたが、この間長男が友達に親が離婚するなら絶対母親についていきなって言ってたのを聞いて、ああ間違ってなかっただなと、私にとって最高の褒め言葉でした。今は二人とも私の彼氏みたいな存在です。わあ、嬉しいよね。そんな言ってくれたら。いや、やっぱりなんかすごい、ね、立派に育てられて、なんかそれが子供たちにちゃんと伝わってて、なんかお母さんのところに来てよかったなっていうふうに思ってくれたんやろね。いや、こんな嬉しいよね。ほんま。ね、岡田陽子さん、生配信でコメント読むの難しいです。そうなんよ。すごいね、ついていかれへんくて。あーって言って、ほんと小梅さん、今日旦那が出かけるときイライラしてて、なんか旦那さんとかもそうなんやけどさ、あの私もそうなんやけど、そのメイクとかも時間かかるしさ、やっぱファッションもそうやねんけどさ、なんか子供とかいたらさ、子供の準備もせなあかんから、自分の準備もせなあかん、子供の準備もせなあかんからさ、もう旦那さんなんかさ、自分の顔洗って、パーって歯磨いてさ、服着替えて、もう待ってるわけよ。だけど、ちょ待ってって。ちょ待って。私、みんなの分用意してんねんで、って。いやのになんか遅いとかって言ってくるからさ、おーって思ったりするね。だってもう、朝ごはんをさ、朝ごはんを食べさせて、お出かけする前にね、ちゃんと食べさせて、用意して、で、その間にさ、もう、旦那さんとかはさ、もう朝起きて、服着替えて、ぼーっと待ってるわけやん、テレビ見て。いつになったら用意できるとかって言われてさ、もうなんか、あの時は私もなんか、うーんってなったけどね。ほんまに。なんか、難しいよね。なんか、全然ゆっくりしていいよって言ってくれる人もいればさ、なんか、もう、ずっとさ、監視してくるがごとくさ、まだみたいな感じの人おるやんか。ほんまに。山崎まりなさん、わかります。まさに我が家です。ねえ、ほんま。ほんまそんな感じやね。
ほんとさ、もう私何人分の用意してる思てんの、意外してよとか思ったりするよね。ちょっとね、今日はね、今日はすっごいのんびりやってるから、お話ししながらしてるからもう全然進まへん。そうなのよ。平島千奈美さん、うちの旦那は車に乗って待ってるのが嫌です。なるほど。もう先に車乗っとくなとかって言われたらさ、もうすっごいもう確定やん。もう確定でさ、もう出なきゃならないっていうのをさ、もう強制的に待たれてる感じがすごいしんどいよね。確かに。それはしんどいよね。よし、そうしましたら、みんながいい加減ちょっともうメイク進まへんすぎひんって思い始めるから、ちょっとメイクするね。今日はね、メイクしながらみんなと喋るって感じやから、そのメイクはもうほぼほぼ完成しない見込みです。完成しないわけじゃないんだけど、のんびりやるから、そんな焦らずって感じです今日は。これね、100均で買ったやつ、 AC メイクアップ東京。はい、こんな感じ。これをこのノーズシャドウにしていきたいと思います。うん。もう1時間過ぎたのに。今日超のんびりしてるよね。もうメイクしてから喋れよって感じよね。そう、みんなのねコメントもね読みたいなと思っててさ、ありがとうね、本当。完成だけはさせて、イブリーさん。ほんま、でこの状態でありがとうございました、さよならって言って、もう今日はもう完成しません、永遠にって言って、そんな日ある？こんなことあったら笑うよね。うん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 。ああ、なるほど、すごい。すごい、みんなありがとうございます。聞くえいみさん、昨日水曜マムス見ました、楽しかったです、コメント読まれて嬉しかった、ありがとうございます。そう、知らん人もねいると思うんやけど、その私もう一個チャンネルやってて、その水曜マムスっていうね、もう一つのチャンネルをやってるんですけど、そっちはトークバラエティ番組って感じで、3人でね、あけみさんとだるまさんと私って3人でね MC でやってるやつなんですけど、だいたい1時間ぐらいの生配信でいつもやってます。よし、眉毛やっていくよ。ケイトのねライトブラウン系のやつ、こんなやつ。あつささん、仕事しながら音声聞いてるけど、私は一仕事終わったぞ。ごめん。進まへんすぎて、進まへんすぎてさ、一生言ってるよね。よし、眉毛を描いていく。最近ね、ほんまにね、ちょっと動画を撮ったりとか編集する時間がちょっとね取れなくって、なかなかねあれなんだけど、配信はね増やしていこうと思ってる。昨日もね言ったんだけど、その配信をしてみんなとこうやってやり取りすることが自分にとってすごい元気の出る行為やということがすごい分かって、やっぱり人間ってやっぱ寂しいよね、やっぱね、みんなね、私もさ、みんなとこうやってやり取りすることでものすごい元気が出るって分かったから、眉毛を描くコツ、豊岡義勇さん。私最近ちょっとこの前ではね眉頭からぶわー描いとってんけど、最近ちょっと真ん中らへんから後ろだけを先描いて、
いう風にバランス見ながらって感じにしてる。でこっちは残りのパウダーで少しずつ描いてるって感じですね。ノーズシャドウに使ってる筆、こういうやつ、こういうちょっとねちっちゃめの平たい感じのこういうねアイシャドウブラシなんです一応これ。ちょっと大きめのアイシャドウブラシって感じですね。こんなここにフィットする感じ。アイメイク難しいよね。アイメイクもさアイメイクもそうなんやけど、眉毛ももうとにかくほんまその左右対称っていうのが難しいんよね。だって自分の眉毛とか目の位置がさ全然対称の位置にないからさ。そうなのよ。なんかそれをさもう無理やりなんかあのだいたい同じぐらいの位置に揃えようっていうのが難しいよねやっぱりね。よし、眉毛濃い濃いですけど、それでは、ケイトのねこの眉マスカラ、ナチュラルブラウンです。りょうさん、クレンジングシートで落として顔洗わなくていいの、洗わなかった普通にそのまま使ってる。そのままみんなはでもまねせん方がいいかも。そのまま普通にメイクし始めちゃった私肌に悪いことを死ぬほどやってるよね私ね、ほんまに。サシさんパウダーした、あのねしてない、あのあれにしたリキッドファンデにして、今からあのノーズシャドウとかをこの消すためにパウダーのファンデを後でやろうかなと思ってる。今まず眉毛しておりますおもしろい、みんなほんまねありがとうございます本当に、はあ、今眉毛描くのに流行りあるんですか。いやなんかあの最近はさっきも描いてくれてる方いたな、なんかアイブロウワックスそれとかさ、なんかあの石鹸みたいなやつでペタッとするのが結構流行なんよね今ね。だけど私はさあの眉毛がほんまにまばらでしかないから描くしかないわけよ。だからねこういう方法を取ってるんだけど難しいよね。だからできる人が羨ましい。なんかペタッとするタイプのやつ。よし、そうしましたら先ほど言うておりましたようにちょっとファンデをしようかな。ちょっと待ってね。どうしようかな。あ、これにしよう。ポイントマジックプロのフェイスパウダー。これもね、毛穴埋める系の感じのパウダーなんですけど、まあまあ、カバーしてくれたりとか、あの、いい感じになって、私もすごい好きなんですよ、これ。ノーズシャドウ消しつつのちょっとこの辺のパウダーにしておきます。ささささ、ほほほ。じゅんまるさん、初めてライブ参加できた。おー、ありがとうございます。さっきまでね思いっきり影をつけてた部分をちょっとあれしました。あれしてこれしました。よし。そせたら、どうしようかしら。アイメイクをする前に、アイメイクでいいよね。
何言ってんのこの人って感じよね。ちょっとね今日は、カイリー・ジェンナーさんがプロデュースしてるカイリーコスメスのコスメを使って、私結構すごい好きなやつなんですけども、ちょっとねこんな感じの色味で、あと元気なねバキッとした明るいオレンジのメイクで今日は元気を出したいと思います。外も曇ってますしな今日はね。そしてそしてそしてよし、え私は何を、あそっか、皆さんは皆さんはいつもさ、なんかどういう気分でアイシャドウの色とか決めてますか？ワンパターンの人もいるよね。いつもなんかここはこの色って決めてる人もいると思うんやけどさ、どうどんな風にしてみんな決めてるんだろう。今日はこの色使おうみたいな、その会社とかに行ってる人やったらなかなかね、思い切った色とかってちょっと使えなかったりするかもしれへんねんけど、今日は私は思いっきりオレンジいくよ。おお。わお。すごい。見て。すっごい色。バッキバキ。ほほほほほ。うん。おりさん、さちさん大好きです。今日誕生日なんです。やって、わあおめでとう。嬉しいですって書いてある。ありがとう。ありがとうございます。ここゆみさん、いつも楽しく見させてもらってます。平安の映画はいつ見れるんですか？ね、平安時代のモーニングルーティーンの映画を今作ってて。もうちょっと何シーンか少しだけ残ってるんやけど、今もうほぼほぼ撮り終えてもう編集段階って感じなんですけれども、秋に上映会をしようと思ってて、で広島大阪東京福岡っていうその4つの都市で上映会と、その後オフ会もしたいなと思って、それをね、でも資金がそこまでないからクラファンに今挑戦してて、それでね今頑張ろうと思ってやっているんですけれども、だからちょっとそれをね今私は目標として頑張ってるんです。これちょっともしちょっとでもね協力してもいいよっていう方がいらっしゃったら、クラファン協力よろしくお願いします。ありがとう、ありがとうね。そうブラウン多い私も、ミミタンさんは着てる服の色味で決めてます。なるほど、私もね結構そんな感じ。茶色、リーさんは最近金のラメ使ってるわ、かわいいね、いいよね。マキ0217さんはいつも同じですね、冒険できず。いやでもそうよね、私も結構なんて言うんだろう、ちゃんとした場っていうか、ちゃんとした場はやっぱブラウンが多いと思う。この色ではいかんよねやっぱこんにちはって言ってただ私の場合タレントでもあるから、その面談の内容によってはその企業さんに呼ばれて行ったりとか、そういう時はもうタレントサチとして行かなあかんから、やっぱもうバキッとして行くけど、学校の行事とかそんなはもう全然茶色とかそんなんで行くね。ねいろさん、さちさんおはようございます。初めてライブ参加できました。きらびか検証動画の際にコメントさせていただきました。ファンデなのに使い続けないとなどと言われました。お、定期購入商品は本当に気をつけてほしいと思いました。ハリアスは定期購入しました、よかったです。私もねハリアスほんまにすごい気に入ってる。あれクッションファンデやけど、クッションファンデなのにすごいピタッとくっついてね、めっちゃ肌になんていうの、密着度が高いんやろね多分ね。で崩れにくいからね、
その今日はクッションファンデでいきたいなっていう時はもうほんまハリアス最高にいいよ本当に。あ、今日七夕やね。うん、素敵やな。のぞみさん、さちさんの動画見て化粧が楽しくなりました。明日はナーズのマーブルリフコおしろいみたいなやつかな、買いに行きます。やって、わ素敵、いいな。なるほどサマペさん、小6から28歳までアイプチアイテープだったんですが、29歳になった時に二重全切開と目頭切開しました。ですが毎回茶色系、私もさしたみたいにいろんな色を挑戦しようかなって。すごい素敵。いや整形もねいいなと思う。あの全然なんていうの、まあ、金銭的に余裕があったりとか、あの怖くないよっていう、その手術にその抵抗のない人は全然いいと思う。うん、そうなのよ。そうなんですよね。ゆみさん、オレンジかわいいですよね。たっちゃん、さちさん、サンバリーでも参加するんですか誰がサンバでジャネイロやねん。タタ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 タ。面白い。よし。そうしましたらば、下にもちょっと使いたいので、この辺に入れときます。おお。なんかさ、あれみたいじゃない？あの中国のさ。なんかあの変面の人みたいな。ちょおもろ。ラムネさん、サチさんこんにちは。初参加です。よろしくお願いします。ありがとう。ゆうこさん、サチさん願い事は何ですか。あのさっきもね言ってた、ね、やっぱクラファン成功させてなんかあの。ね、達成したらみんなにやっぱ会いに行きたいなって、オフ会したいなと思ってたから、やっぱそれがええよなと思ってる。それがなんかできたら本当に嬉しいなと思ってます。うんと、樋口由紀子さん、今腰痛寝たきりで配信見てます。大丈夫？しんどいね。早く元気が出るメイクして外出できるように療養して回復に努めます。さしさんも体調気をつけてて、ありがとうございます。ほんまね、私もぎっくり腰になったりするからさ、たまにね。ほんまに腰ってさ、体の要っていう意味がわかるよね。ほんまに腰やってもうたらもう全然動かれへんもんね。もう無理せずにね、大事になさってくださいね。ありがとうございますありがとうイブリンさん、おめえいらないですね。ほんまな、このまんまでいけるやんな。そソンと言ったちょっと待っていらんがな、めえいらんやんめっちゃおもろいよねそう、そのオフ会っていうのは、その私が今クラファンをなんかの挑戦してるんだけど、あれ広島、福岡、大阪、東京っていうところでやりたいなと思ってて、その後にね、なんかオフ会やれたらいいなと思ってんね。ちょっと待って、変面が響いてんねちょっと死ぬ死ぬ、涙出たらまたメイクやり直しになるから、やり直すねって言い出すから、あーほわほわ、あかんあかん。よし、そうしましたらメイクの続きをやっていくよ。今11時半やねちょっと待ってちょっと待って、ヤムチャさん、ロッテの板チョコ出てきたのかと思ったらアイパレットだった私が板チョコ見せて、ほらちょっと待って、涙出てきた、涙出てきたし、鼻水も出てきたし、全部出てきたあー面白いち
オレンジの涙出てきた。あ、面白い。あ、面白いわ。ごめんね。よし、これキャンメイクの、キャンメイクのね、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、吉田千恵子さん毎回鼻水出してみたら言わんとって、マジで言わんとって今。毎回さ、私さ、私生配信で毎回さ鼻水出してる、ほんまに。あ、マジメイク取れてきた。見て、やばい。ちょっとメイクせんと変面とかばっかりしてるからさ、トン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 トソンみたいなやつばっかりしてるから。ちょっと待って、あずささん、え、ティッシュ読んだじゃないね、ティッシュ代を払う人じゃないね、あずささんは。あ、ちょっと待って、もうしんどい、しんどいわ、マジで。ちょっとごめん、あかん、笑いが止まらなくなってきた。ちょっとごめん、私ほんまにもうゲラやねん、ほんまに。わかんねえ、服崩れてきた。どないしょ、ほんまに。ああ、石川めぐみさん、サチさんと仲間たちとメイクどれだけ崩れるか選手権したいの。なんか息苦しいなってきた。かわ、ちょ、一回落ち着かして、一回落ち着かしてよ。しんどい、あかん、もうおしっこ漏れるわ、ほんまに。あー、やばい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 。ちょっとあかん、やばい。死ぬ、はい、苦しい。ちょっとか、やばい、ごめんね、ほんまにか、ほんまに。今全国500人以上が笑い声で、ほんま、もうマジ漏れるから、ほんまね、40過ぎてマジ尿漏れもやばいから、マジで。ああ、マジ、ああ、あ、ほんま、もうもうやばいやばい、終わり。あー、よかった。南律さん、明るくていいですね。ありがとうございます、いつもいつもありがとう、本当に。あー、ちょっとほんま、これほんまほんま、出口ひろこさん、一回休憩入れな、死ぬて。ほんまね、ほんま危ない危ない、やばいやばい。あー、あー、ちょっともうマジで、もうミーターさん、終わる気しないんだ、マジ。ある程度進んだら泣いたりとかして、コメントあるねって言って、いい加減にしろ。あー、もうほんま水分出すぎやね、もう鼻水涙おしっこ水分出すぎ。マジでほんまにやばい、ほんま。いや、ほんとね、若い方とかほんまね、想像つかへんと思うけど、マジでね、もう笑いすぎたらほんまちょっとさ、マジでね、失禁しちゃう時あるから、ほんま気ぃつけな、やばい、ほんまに。マジでマジで、ほんま気ぃつけよ、私も。あー、よし、ちょっと、大変だわ、ほんと。あー、コーヒー飲みましょうって、じゅんじゅんさん、ありがとう。
マモンさん、初めて生の始め、あの生配信がゲラから始まった。ごめんね。これ塗っていくよ、私は。こちらでございます。キャンメイクでございます。のぞみさん、少し用事で3分離れてる間、ずっと笑い声聞こえてた。ごめん。私ね。ごめんなさいね。ヨナさん、プロシアファンデーションもいい感じでした。あ、ありがとう。あれもね、すごい、なんかもう20年以上使ってる人がいてて、で、あのすごいね、なんて言うんだろう、よれにくさっていうのはもしかしたらちょっと物足りないなって感じる人いてるかも分からへんねんけど、私はね、撮影の現場に持ってって、あの男性陣とかにもメイクせなあかんやんか、映画でね。でその時めちゃくちゃ重宝したんよ。ね、結構男性ってさ、あの肌の色がちょっと黒かったりとか、こうムラがあったりとか、男性も結構シミそばかさあったりするんよね、そのゴルフ焼けしてたりとか結構ね。それをもう塗ってあげるだけでもうかなりね綺麗な感じになってよかったです、ほんまに。こんな感じの色味です。ほんまに、あ、今日もほんまちょっとまだ死ぬかもだ、さっきマジで。ちょっとふわっと乗せとくで、ね。ちょっともう、あかん。私ほんまにもうゲラやからね。もう止まらへんなんね。ほんまに。ああ、カチさん、お腹減りました。何食べよう。みんな、ああ、みんな、私に気にせず、ちゃんと、お昼とかちゃんと食べてね。ほんまに。よし。そしたら、本日は、こちら、あ、ちょっと待って、違う違う、 あれアイライナーとか何もしてないよね今日ね。シスターアンの、あ、近う、合ってるシスターアンのね、茶色。ちょっと待って、あ、ね、いっぱいコメントいっぱい書いてくれてありがとうございます、本当に。あ、ガゼリュウキさん、サチさんいつもありがとうございます。サチさん、やっと彼氏ができました。おお、素敵、よかったね。まあ、なんか嬉しいね、こういうなんか嬉しい報告とかしてくれたら。アオハさん、サチさん、こんにちは。サチさんは断捨離したことありますか？断捨離時々してる。ほんまに私もね、なかなか物捨てれない感じやから、時々ね、やってます、断捨離、思い切って。うん、よし、ではアイライナー、よし、引きます。いくよ、ぴょんぴょぴょん、よし。あー、腹筋が崩壊した、ほんまに。笑い疲れた、クタクタなってる急に。初めて参加した、なおさん、初めて参加したけど息できないくらいの笑い久々に拝見した。もう呼吸困難で死ぬかと思った私、ほんまに、さっき。もう鼻水出るわ、涙出るわ、もうほんまに危うく失禁仕掛けるわ、でさ、ほんま笑い人のとこやった、ほんまに。ああ、ソルさん、アイライナー引くとき息止めてしまう。私も集中してさ、息止めちゃうわ、多分私も息を潜めるよね、やっぱね、集中してるからさ。うん、あ、ミキさん、今日は読んでもらえないなって、ごめんね。もうね、全部ね、読みたいねんけど、なかなか全部読み切れてなくて。ふみママ、もうかわいい、ありがとう。ミルキージェリー、ミルキージェリーさん、やばい、笑いがつる、ありがとうございます。お米米さん、私もゲラなので気持ちわかる。まゆみさん、笑いすぎてアイライナー取れないようにね。ほんまや、ありがとう。
マナタロさん、私も鼻かんでメイク取れます。ああ、みんなありがとう、ほんまに。ああ、よいしょ。お、変面感が増したって書いてくれてる。ありがとう。石橋ゆき子さん、生理は良くなりましたか？今はね、まだね、まだ今日は、ちょっと今日は痛み止め飲んでる。痛み止めはね、今日はまだ飲んでおります。泣いたことにより、ここすっごいことになってんねんけど、今日は、ペリペラの、このイエローの黄色いグリッター使っていきたいと思います。うんうん。さくらゆきちさん、今日のアイシャドウ派手めですね。そうなのよ、そうなのよ。今日思いっきりね、このオレンジでバキッときました。今日は黄色のグリッターです。今日はね、夕方からちょっとお友達と合流して、今日はね、その方がね、あの音楽のライブされるから、ちょっとね会いに行こうと思って、ちょいとお派手な、ちょっと待ってね。たてのゆうさん、ゆうさんで合ってる？ゆたかさん、ひろさん、ゆうさんでいいのかな。暗い話でごめんなさい。適応障害になって4月から休職中です。職場ですごい陰口を言われているのを言うのを聞いて、でも内容や誰なのか言えないというので、周りの人全てがそう見えてしまい、怖くて居心地も悪くなり、孤立してしまって体調に出るようになりました。今の仕事は大好きなのですが、復帰を試みてもまた症状が出てしまいます。特殊な仕事のため、同じ職種での転職もできず、こんな時サチさんはどうやって乗り越えますか？このさ、悪口とか陰口とか、あなたの悪口をみんなが言ってますよとかって言ってくる人、ほんま一番厄介やなと思うよね。なんで教えてくれるのって感じ。ほんまに、なんか教えてくれるんやとしたらよ、例えばよ、なんかあの誰々さんがこないして言うとったんやけど本当なのとかさ、なんかまだ解決方法をさ探るためにこうやって言ってくれんのやったらいいけどさ、でみんななんかあなたの悪口言ってるよとか、え、誰がって言ったら、それは言えないけどとか、じゃあ言うなよとか思うよね。その人も不親切やと思う。もうなんか嫌になっちゃうよね。でも大好きな仕事なのに、転職もできないっていうことやから、特殊な仕事のため転職ができない、難しい。これってほんまに辛いよね。だからでも自分の体調を取るか仕事を取るかってことになってきちゃうよね。けどなんかこれどうなんだろう、もうしんどすぎるよね。なんかこれさ、ほんまになんかこういうのが、こういうのとかってさ、どうやったら解決するんだろうって思うけど、やっぱり人それぞれっていうかさ、なんかあのケースバイケースだったりするじゃん。結構上司で話聞いてくれたり力になってくれる人がいたりとかするとまたちょっと違ったりとかさ、誰かすごい信頼できる人が一人見つかったらまた違ったりとかするから、状況によって多分全然違うと思うねんけど、でもね、私はね、体調がね、その舘野さんが今悪くなってるじゃん、やっぱり無理しないのが一番やと思う。いや、まあ大好きな仕事なんだけど、でもやっぱり仕事よりさ、仕事もやっぱ自分の健康あってのことやん。やっぱり命あっての仕事かなと思うよ。だって確かにね、その仕事を例えば、まあ、私やったらその学校の先生をやってた時代があったから、学校の先生になるためにさ、大学で勉強してそれに向かって資格を取ってってなったらさ、
その先生をやるっていう目的のためにずっと勉強してきてるわけやから、それを失うとかそれをやめるってすごい勇気のいる選択じゃん。今までの自分の人生をさ、例えば否定するようなものであったりもするやんか。やけど私はその仕事を今もう辞めたんだけどね、なんか元気だから働けるんやなと思うねん。自分のさ魂を削って、自分の命を削ってまでやらなあかん仕事って私ないと思ってる。そうしたい人もいると思うけどね、自分の、うん、自分のさ、なんかあの夢のため、自分の働きたい仕事のためやったら自分の命も惜しまないよっていう人もいていると思うから、これが全ての答えじゃないねんけど、なんかこれで死ねたら本望やと思ってる人もいてるしさ。だけど体調が悪くなってまで私はせんでいいと思ってんねん。もうほんまになんかのんびり、もうゆっくり、なんやったらもうほんまにその永遠に有給休暇取ったろけぐらいの感じでほんまにね、もうなんかもうほんまに自分を大事にしてほしい、ほんま。だって自分の命あってのね仕事やと思うから、ほんまに無理にせんとってね、ほんまに、うん、ごめんね、いい答えじゃないかもしれないです、本当にごめんなさいね、ありがとうね。ふみママ、読まれなくても気にしないけど読まれたら嬉しくなりますよね、ありがとうございます。あ、ゆうで合ってるよね、立野さん、ありがとう。そう、難しいことあるね、あるけどさ、なかなか気にしない方がいいよっていうのは簡単なんやけど、気にするよねだって私もなんかもうそんな気にせえへんことにしてるねん、実際もなんかもう勝手に言えばって思ってんねんけど、でもやっぱり心にさこう影を落としてくるじゃん、そういうのって。もうだけどほんま無理せんのが一番いいと思うね。ミキさんがさ、ほら自分をねぎらってあげてほしいな、自分を大切にしてほしいって書いてくれてる。私もそう思う、ほんまに命あってのことやと思う、ほんまにそう思う、うちはね、無理せずにね、無理するのが一番もうしんどいからね、頑張ってね、本当に頑張ってねっていうか、そのそういう意味じゃなくてね、頑張りすぎずにのんびりでいいからね。そう、なかなか全員のね、なんかあのコメントを読めずにいるんですけど、ごめんなさいね、ほんまに。そう、Nミリーさんが言ってた、みんながっていうのは大抵本人しか言ってないことありますね。ほんまそれな、ほんま、ね、みんな言ってるからとかって誰も言ってなかったりするよね。ほんまに。たまにね、ほんまに自分が言ってるのを、なんか周りが言ってるんですみたいに言ってる人いるからね。そういう嘘をつく人もおるから、まあ、できたら反応しないのが一番いいけど、でも気になる人はね、しんどいからさ、無理せずにね。まゆまゆさん、こんにちは。私も同僚に毎日罵倒されてます。え、頭悪い、嘘つき、だらしないなど、毎日削られていくけど子供のためと歯を食いしばってますやって。いきなりのコメントですいません。上司も会社も認識してますが、お前ならやれると謎に励まされておりますやって。ちなみに私も特殊職です。なんなんかね、その嘘つきとか頭悪いとか、そんな言うやつの方がよっぽど頭悪いけどね。なんでそんなこと言うやろ。なんかあの言いやすそうな人を見つけてはさ、ストレスの吐け口にしてる人いてるやんか。もうそういう人もマジ勘弁してほしいよね。なんかみんなあなたのストレス発散のために生きてるんじゃないですけどって思うよね、ほんま。マジでそういう人嫌やわ、ほんま。なんかそういう人に限ってさ、なんか自分のことちょっと言われたら、ほんまもう鬼の首取ったかみたいな、めっちゃ怒り返してきたりとかさ、逆ギレすごかったりするやんか。自分も体制がなかったりするよね、そういう人ってね、ほんまに。いや、ほんま気をつけてね、ほんま。いや、ほんまやで、うん。
そう、梅ちゃんさんが気になって聞き入ってしもた。診断書が出るなら、社会保険がかかっているなら、傷病手当ってものがあるから、手続き取れば最大で1年半休めるから、お給料も基本給の6割もらえる。お住まいの市町村に相談して、社会保険事務所もあると思うので、お金もらいながら心も体も大事になさってくださいね。私もそう思う。ほんまにね、しっかりね、あの手続きして、あの自分が傷ついて悲しい思いして働きたくないわけじゃなくて、働きたいのに働けない状況を作ってるっていうことをさ、やっぱりあのね、泣き寝入りはしたくないなって思うけど、戦うのにも勇気がいったりとかさ、ちょっとすごい根性いるから、あのほんまに親切なね方にちょっと相談できたら一番いいよね、ほんまにね。えほんまほんま、うん、ほんまにまず無理せずにっていうのが一番、もうほんまに自分の不調はさ、自分にしかしんどさが分かれへんからさ、私らも無駄にね、なんかあのなんていうの、そんな言い返した方がいいよとか、もう絶対戦った方がいいよっていうのは絶対よう言わんよね。そのしんどさって自分にしか分からへんからね、無理せずにちょっとやっていきましょうね、皆さんね、ほんま。よし、したらちょっとメイクの続きいきますね。で、今ちょっとキラキラをのせました。そうすぎてなんだよ。そうすぎてね、あれどこ行ったっけ。そうすぎて私はどうしたいんだっけ。私はえ何がしたいかわからなくなってきたね。じゃあラメがね、もう一種類のラメ、あ、落ちてた、落としちゃってた、よいしょ、よし。そしたらこれ、もうね、オレンジというかゴールド、オレンジっぽいゴールドのね、うん、こんなの、よいしょ、こんなラメをしていきたいと思います。うん、そうね、そうよね、ほんまに。ちょっともうほんまみんなね、すっごい大変な、なんかあのしんどい部分もあるからさ、ほんま無理せずにね、本当に、うん。ちょっと待って、あずささん戻ってきてみたらまだメイクしてる。よし、これをね、今度は上の方にしていきたいと思います。よいしょ、こんな感じ、うん、こっちはね、あのラメがちっちゃくて、下の部分は結構つぶつぶが大きいやつです。反対でも可愛いなと思うんだけど、ちょっと今日はね、上をちょっとオレンジを引き立たせたいから、こんな感じにしました。うん、松松子さん、戦うだけが強さではないと思う。合わない環境が無理なら逃げるが勝ちでいいと思う。私もね、そう思うよ。ほんまに私もね、昔さ、あの母がね、結構困難っていうのは必ず乗り越えなくちゃいけない、そして乗り越えれる、努力すれば必ず乗り越えれるんだみたいな感じの人やったから、絶対頑張らなあかん、頑張りきらなあかんと思ってたんやけど、母もね、ちょっとやっぱり年齢を重ねるうちに、やっぱりいろんなことをやっぱり母も気づいたみたいで、なんかね、最後らへんは言うとったよ、ほんまに、さっちゃん無理せんでいいよ、ぼちぼちでいいよって言うてた。最後はなんかあの絶対に乗り越えなきゃいけないっていう風に頑張りすぎたら、しんどいよねって、最後ら辺はね、ちゃんと理解してね、言ってくれてたから、もうみんなもね、無理せずにね、ほんま、うん、そうですね、
よし、中広さんいつも楽しく見てます。ビフォーアフターがすごいですねありがとう。これは元々の土台とテクニックがあるからですね。羨ましい、勉強になります。いや元々の土台はねほんまにねモンゴル相撲の選手みたいなんやけど、ちょっとねあの工夫しております。なんとか。よし、そうしましたらば、そうしましたらばロザリオ悦子さんな、初生ライブに遭遇、嬉しい、ありがとう。そう、岡田さん昭和生まれとしては頑張ってもケツ叩かれてきたなんて。そうなんよね、なんかもうこれでもかというぐらいね、結構もうなんていうの、頑張っても頑張ってもさ、もうしばき回されるみたいな時代もあったよねそう、さき東洋さん、さき東洋さん、みんなが言ってるって言ってきた本人が陰口言ってる張本人ですよねって、私もそれ思う。それ結構多ない、ほんまに。みんな言ってるよとかって、みんな言ってないのに自分がなんかあの、私はそうは思わへんけど、みんな言ってるよとかって言う人って、その人があの一番さ、こっちを傷つけたくて言ってること結構多いよね。だからもうそういう時なんか、あ、そうなん、え、みんなそんなこと言ってなかったけどとかって言ってやりたいけどね。え、みんなは逆のこと言ってたけどとかってだからそれだ、言ってこうへんと分かってるから、なんかね、言い返してこうへんと分かってるから言ってくるんよね、そういうつけ込んでストレスのはけ口にねしてくるからさ。うん、まあ、うん、そうなのよね。13、なんて呼んだらいいんだろう、 CHR さん、思いやりを持てない、ごめんなさい、ありがとうが言えない人は人間未完成と私は呼んでいます。性格が悪い人は人相に出ています。毎日そんな人間にならないようにと思っています。やっぱりその思いやりを持つとかさ、やっぱりごめんねって言えるとかさ、ありがとうって言えるのはほんまに基本的なことやと思うよね。やっぱね、自分らもさ、うまいこと謝れてないなと思う時もやっぱあるからさ、あのちゃんとその辺はちゃんとしたいなと思うよね、ほんまに。ほんま、そうですよ、ほんまよね。アヤクスさん、わかる、その人が思ってるから言ってるのはあると思う。キャンベル・カーナさん、すごい特技やん、変面とモンゴル相撲モンゴル相撲かと思いきや急に中国大陸に渡ってくるっていうねよし、そうしたら、そうしましたらね、今日のつけまは、今日のつけまはこれです。はい、これダイヤモンドラッシュ 3D ワンデイ松江区アイラッシュ 3D セレブ、これです。結構長さがねあるタイプのやつをつけていきたいと思います。うん、そうよね、なんか悪口言う人ってさ、なんかその人がとかって悲しんでる顔を見てなんかフフフっていい気分になるっていうさ、変な病気の人やんか。なんかかわいそうではあるけどね、そういう風にして自分のなんか誰かを下げないと自分の心を保てない人ってやっぱ一定数いるんだなって私も思うよ、ほんま。あれみーちゃん、あれさっきのキラキラつけたっけ。つけたよ下があのこの黄色のキラキラで、上がこのオレンジのキラキラつけました。君大福さん、そういう人職場にいますよね、勝手に言っとけやと私は言います。他にすることあるでしょって感じ。なんかいつまでもさ、なんか小学校や中学校ぐらいのさ、意地悪なグループみたいなのを引きずってる人いてるよね。あ、まだそこにいるんだこの人って思うよね。なんか先輩後輩とかだけじゃなくってさ、なんかほんまにいつまでもなんかそんな感じのグループ作ってさ、意地悪してる人とかっておるやん。ね、なんかそういう人ってさ、私思うんやけど、
よっぽど誰にも認められてないんだろうなって思うねん。その誰にも存在をさ認めてもらえてない、埋めてもらえてないとかって思うから、余計にさ誰かを悪く言ってさ自分のなんか位置を高めるというか、自分の存在を確認してるんかなって思う。かわいそうな人だよね。呆れるよね。でもね、暇かとか思うよねお前暇なんやと思うよ。でも実際ね、結局そこなんよね。暇ない。そして自分が楽しい人生送ってないから、あの何か出来事がないとさ人生って張りがないじゃん。だからそれを張りにしてるんよね多分ね。ほんまに。ほんまそう、本当にそう思うよね。その誰かの悪口を言うことでようやくさ仲間になろうとする人もたまにおるやんか。人と仲良くなる ためによ、人と仲良くなるために誰かの悪口を手土産として持ってこないと気が済まない人っておるやんそう、なんかなと思うよね、そういう人ね。なんかもうかわいそうになってきちゃう。いいとこだけ見ていけばええやんと思うよね。いちいち誰かを貶めないとさ、そんな自分の存在感ないかねと思うよね。だから自分の中でのドラマがないのよ。ドラマがないからドラマチックにするためにそういう演出をせざるを得ないんだと思うよ。もうミンさんがね、微量ながら学びは毎日あるのに学べないから変われないんだと思うって書いてくれてる。私もそう思う。ほんまに毎日いろんな変化があって、いろんなドラマが必ずあるのに、そこに気づく思いやりとかさ、心の機微みたいなものに気づかない鈍感さがあるからさ、だから気づかなくてなんかつまんない退屈って思ってるわけよね、そういう人はね。だから誰かの悪口を言って刺激的な日を送ろうとしてるわけよ。なんか人の悪口言ったり、なんかあの人嵐よ、えマジでとかって言って自分の生活を潤わせようとしてる。なんとも哀れだよね本当に。ほんまにそう思うで。キャンタロウさん、私も学生時代も社会に出てからもいじめとは付き合ってきましたが、自分を守るためにいろいろ模索した結果、ちびまる子ちゃんに出てくる山田になろうと思いましたそうだね。山田は誰ともつるまないけど、友達が困ってたら必ず声をかける。浅く広くですが、自分が誰にも振り回されない山田が今となってはまるちゃんで感化されます大人になってみるとアニメから学べるってすごいですよね。長々すいません。いや確かにそうかも。おいザクラとかで、そうだぞとかで言いながら、結局なんかあいつ一番いいやつやったりするよね確かに確かに。ほんまほんまそうなのよね。そう、桃太郎さんも書いてくれてる。注目を浴びたいんだと思います。そう、誰かの悪口言ったりとか、え、ちょひどいと思わないとかって言ってることでさ、みんなからこう注目を浴びたいんだろうね。そうなのよ。石川陽子さん、そんな人はいつか自分に返ってくるから気にしないでねって。ほんとね、私もそう思う。マーミンさん、そんなつもりなかったって言われるの一番嫌い。ほよ、そんなつもりあるくせにね傷つけるつもりはなかったんだよね。いや、傷つくって想像つくやろってだから結局さ、そのさっきも言ったけど、その人の心の機微に気がつかないとか、想像力の欠如なのよね、そういう人って。圧倒的に鈍感さがさ、この私も別にすごい敏感な方じゃなく、ほんまにこうなんか鈍感なアホやけど、でもそういう人の心に敏感というかさ、なんかそういうのではあかんと思うよね、やっぱね。ほんまにそうですよね。うまや。もう一個のつけもつけるね。よいしょ。なんかさ、そういう人に負けたくないなと思うけど、でも多勢に無勢っていうかさ、
大人数で来られたらこっちだってしんどいよね、やっぱ。だからなんか私もなんかそんな人たちに負けたくないとか思って戦ってやろうとかって思ってた時期もあったけど、なんかもうエネルギーの無駄だよね本当にマジでエネルギーの無駄。もうちょっともうそれやったらもう温存して別なところでなんか自分は楽しく生きていこうって思う方がやっぱ楽かもわからへん、ほんまに。あ、みんさんお昼休憩だ、さよならしなければ、ごめんね、今日はちょっと長々ゆっくり行きたいと思います。もうそろそろ2時間ぐらいやっておりますけれどもまあちょっともうぼちぼちね、見れる範囲でいいですからね、みんな。今日はもうほんまにもうダラダラのんびりみんなと話ししながらなんかメイクしていこうかなとかって思ってるから、もう本当に本当ね。コロコロロビンさん、今日のアイシャドウ素敵です、どこのものでしょうか。これカイリージェンナーさんのあのカイリーコスメティクスですね。こんな感じのものです。そう、ほんまなんかさ、なんか本当に嫌になっちゃうよね。ああ、ごめんなさい、ずれちゃった。本当に2時間。今日ほんまになんかもうみんなとちょっと限界に挑戦するわ。挑戦する。なんかなかなかね、こんな思いっきりもうみんなとこうやり取りできる時ってなかなかないから。ほんま。タレパンダさん、私は基本一匹狼宣言になり、新しい職場で楽しくやっていましたよ。嫌な人はスルースキル発動できるようになった。でもね、新しい臨時職員時代の職場で女上司は私の更新をしないと同時に田舎に移動になり嬉しかったです。なるほど、みんなが振り回されるから辛いよね。私は小学校の臨時職員してました。小学校の臨時職員さんも大変よね。子供たちがやっぱ幼いから先生とかってまとわりついてきてくれるんやけど、やっぱりその個人差もちゃんと激しかったりとかして、なんかある程度この物分かりのいい中学高校の教員とかだったらまだね、まだ話せる部分があるけど、全然話通じない時あるもんねえとかね、先生は怒っているんだぞ、えみたいな、おっと日本語はまだ通じないぞみたいなところあるよね、ちっちゃい子とかね。ほんま、ほんま大野幸子さん、平面から美人に、ね、さっきのね、なんかあのすごいあの、のっぺらさっちゃんからほんま、桃太郎さん、幸さん、ママ友とはうまくお付き合いされてました？私は集団とかが苦手で、ママ友の輪の中に入れません。いや、これほんまにしんどいかもね。私は北海道に嫁いだ時にさ、あの、誰もお友達おれへんやんか。全然知らんかったからね。で、その時にその旦那さんがね、あの、俺は釣った魚に餌やれへんタイプやから、友達なんかもあの紹介する気ないし、自分で作れよって言われたんよ。でものすごい寂しくなって、マジかとか思って、うわ、これも自分で頑張って作らなあかんやんとか思って、その妊娠してからはその保育園の方に行ったりとか、そのママさんサークルみたいなのに入ったりもしてんけど、なんかあの、私やっぱりちょっと若かったから、そのまだ20代やったよね、25歳で結婚してるからさ、若くてやっぱ遊びたかったのもあったよね。で、子供を生まれてからも、その、なんていうかな、その、いわゆるママ友っていうんじゃなくて、ちょ、酒飲みたくないみたいなことを言えるお友達を募って、あの、不良ママの会みたいな感じの、なんかあの、もういいお母さんに疲れてます、私たちっていう、そのなんかあの、健全に保育園で遊んで、なんかあの、お茶会を開いて、なんか、一品ずつちゃんと持ち寄らないといけません、みたいな、なんかあの、今日は誰々さん主催ですみたいな、そんなんが苦手な人を集まって夜な夜な飲もうぜっていう会を私はやっててでもちょっとほんまにもういいお母さんっていうさ、なんかそんな幻に取りつかれてる、なんか状態ではもう生きていけないと思って、それでなんかあのちょっとセクシーママの会みたいな、おしゃれもしたいで酒も飲みたいみたいな、だからあの家族ぐるみでというかね、もうみんなで夜な夜なみんなもう子供ありで集まって、もうほんでなんかあのちょっとあごめんもう寝かしつけるわなみたいなで、みんなでこう雑魚寝みたいなしたりとかして過ごしてたね。
そんなこともしてた。だからその代わりそういうところではやっぱすぐやっぱりね誰かの悪口言いたそうにする人がおったから、あそれやめてって言ってた。おらん人の悪口言うのやめようなって言って、もう言いたいことあるんだったら直接言ってきてみたいな感じでは言ってた。そういうのじゃないとさ、もうみんながさ悲しい気持ちになるやん。自分もおれへん時に言われてんかなとか思うようになるやん。それは嫌よね。 M さんトイレ行きたくなってきました。2回目行って無理せず行って、終わり終わり。縦のゆうさん力が湧いてきました。さちさんみんなありがとう。よかった。無理せずにぼちぼち行きましょう。ほんでしんどなったらまたさ、ちょしんどあかん、もう無理って言って言うに来てくれたらいいと思う。みんなでほんなんですよ、無理せんとこって言ってさ、もうほんまにね、私たちはほんまにそういうさ しんどいのを吐き出せる回でおろうよね。ほんまにほんまにそうしよう。じゃないと本当息が詰まっちまうぜ本当にねちょっと待って、ハクママさんすいません、私トイレで視聴中です。いいですいいです、どうぞゆっくりね。さきとよさん、先ほどはコメント読んでくれてありがとうございました。陰口ちょっと待ってね、陰口言ってるって言ってきたその人は後々元旦那さんに DV されてワンオペで娘さん3人育てなくちゃで、仕事頑張ってたらネグレクトってヘルパーさんに報告されてたって。実はかなり病んでる人でした。その相談相手になったのが私でしたので、悪い人が後で仲良しになるっていう逆転現象も起こるので、悪口言う人が一番人生で病んでるんだと思いました。長くてすいません。確かに人の悪口言わなきゃさ、自分を保てないぐらいその人も追い込まれてるのかなとかも思うことあるよね。いや、やけどほんまに人の悪口言うなよシンプルに言ってんじゃねえっつって岡田さん、午後から父とウニを買いに行くことになったんだけど、ウニメイクってどうやるのオレンジ色のウニメイクも可愛いかもね。ほんまにマモンさん吐き出そうって、そうよね、みんなでね。ほんまにケイカンノさん、酒の時間じゃないけど飲みたいですほんまね、みんなでなんかまたなんか飲み会とかもしたいよね。ほんとね。ソダさん、目玉焼き食べたい、わかるのんちさん、娘の幼稚園のママ友、みんな昼間からランチと称して酒盛りやつをお迎えの時、誰も先生に近寄れず困った酒臭いそうね、ねえ、ほんまほんま、もうみんなさ、なんかもっと自由というかさ、なんかもうあんまりこうねえ、なんかこうじゃなきゃいけないのに、あの人はさとかってお母さん失格、子供がかわいそうとかさ言う人いてるけど、もうほっとけよとか思うよねマジでほんまにね、みんな頑張ってんねんからさ、もうあんまやいや言うたんなよとか思うよね。それぞれさ、なんやかんや言うてみんな結構子育て頑張ってるやんか、もうやいのやいの言うなとか思う。いや、それこそほんまにさ、ちょっとあの子様子おかしいなとかさ、なんかあれお風呂入ってない様子やなとかさ、なんか異常にちょっと痩せちゃってるなとかさ、ご飯食べれてない様子やなとかっていうのが見て取れた時はさ、やっぱりその同じね地域に住む人間というか、やっぱりちょっとネグレクトかなとか虐待かなっていうのをね、やっぱ気づいてあげなあかん部分もあるからさ、やっぱり子供って宝やんか、日本のっていうか、もう全人類の宝やんか、子供たちってね、未来の塊やからさ、だからそういうのはほんまに気ぃつけてあげなあかんなと思うけど、そうじゃないんやったらもう多少のことはさ、もうほんまにもうお母さんに任せなよとか思うよね。自分の子育てが 100% 正しいとか思うなよとか思うよね。ママ友とかもさ、なんかリーダーみたいなお母さんがいてさ、その人がこうやってやろうとかって言い出したら、もう全部従わなあかんみたいな雰囲気出してくる人おるやんか。自由にせえよとか思うよね
なんでそんなまだ学生の感じまだ引きずってる人いるとか思ってね。だからなんかね、いや私もそう一応誘ったりするんよ、いろんな人をね誘ったりしとったよその時も。やけど、あ私ごめん、そういうグループでなんか飲むとかなんか楽しくあってするの苦手やからちょっとごめん遠慮してもいいって言ってきた奥さんがいて、あ全然大丈夫よって言って言うとったんやけど、もうあその人はもうかっこいいなと思って、断れるってすごい結構大事なことやし、ほんなんかもう全然ほんなら1対1でまた今度なんか機会があったらお茶しようなとかって言って、でその人はもうグループが苦手やから1対1の方が好きやねって言って連絡してきてくれて、ちょ相談とか乗ってもらっても大丈夫とかって言うから、いいよとか言って、だから大勢は苦手やねんって言うからさ、そういう人とはこの個人的ななんか2人でお茶したりとか、ね、うち遊びに来たらとかって言うたりしてたけども、だから団体が苦手な人もいるからさ、みんながそうじゃなきゃいけないっていうのは違うよね、やっぱね、個人差あるやろがいとか思うよねほんでなんかこれだけもう大人になってんのに個人差があることとか、人それぞれ考え方が違ったりとか好みも違うっていうのを理解できひん大人がいることにびっくりしないねえ、ほんまにマジでびっくりするよね。タレパンダさん、サチさんは優しい人が分かるからチャンネル登録速攻しましたよ、ありがとう。浴衣見れてなくてごめんなさい浴衣の動画もね出してますので、ぜひぜひ見てください、ありがとうございます。ほんまほんま、だからね団体苦手な人別に団体で動かんでもいいよね。やからそのなんていうの、輪を乱すみたいなことを言い出す人が一番めんどくさいよね何の輪って思うよねほんまに、マジでほんとさ、よいしょ、今ね下まつげすごい少ないねんけど、この子にもねマスカラをね塗ってあげてる。うん、なんかさ、でも確かにね大勢で、私どっちも好きなんよ、大勢でバーベキューしたりするのもすごい好きやし、みんなでなんかわーって遊ぶのもすごい好きやし、1対1でお茶したりとかお話静かになんかお話しするのもすごい好きなんやけど、私どっちも好きで人が好きなんやと思うね、私は多分ね、なんか私はどっちも楽しいねんけどもさ、ほんまやからどっちでもいいと思うよね、ほんまにどっちも正解よね。別になんか大勢でワイワイするのもやっぱり楽しいと思える人もおるし、そのちょっとなんかみんなでワーワーせなあかんのがしんどいっていう人もねいると思うから半泣くっそんなんか名前がすごいちょっと独特。サチさん大好き、ありがとうございます。小梅さん、サチさん聞いて、朝イライラだった旦那から昼だぞ飯食えってしれっと LINE 来ました。ムカついたのでイライラして悲しかったから帰りにコンビニでアイス買ってこいって言ったら、分かったよって軽い返事来ました。午前中へこんでたのにこんなもんですよねってラジさんの変顔で笑ったけどいやほんまね夫婦もなんか確かになんかあれよね、ちょっとした一言で結構ケロッと仲直りできたりとかね、なんかそういうのがいいよね、ほんとね。なんかちょっとしたことでさ、なんかあやっぱり一緒におってよかったなとかって思える関係やったら最高よね。あ、国幸さん、今日は七夕ですよ国幸さんは私の娘さんですよ家にいるのですか今、国幸さん今日はママのお友達のももかさんのライブですよねえ。マーミンさん、こういういいコミュニティにいることが大事ですよね。あ、そう思ってもらえたらほんまに嬉しい。やっぱりさ、なんか一人一人がねすごい大切に思ってもらえるところやったらうちいいなと思う。のんのんさん、団体苦手です。そうよね、団体苦手な人も結構いると思う。そう、甘い歌詞乙女さん、みんな違ってみんないい。サンボイ服装かな、どういうことどういうことどういうこと
何何何、エミちゃんどういう意味、服装かなってどういう意味、ちょっとちょっと待って、あのね、サンボイさんってさ、あの私がすごい尊敬してるシンガーの一人でもある、あの北海道のさ、あのすごい綺麗なモデルかっていうぐらいめっちゃ綺麗なさお姉さんのエミちゃんっていうんだけどさ、急に服装かなって何言ってんの何言ってんのどういうことだ、説明しろ面白いああ面白い、みんなほんまね嬉しいね、ほんま、あそうそう、国幸ちゃんはね隣のお部屋にいるんですね、うん、七夕なのでそうめん食べてほしいですやって、うん、プアマルジャさん、つけまがつくと素敵、つけまつけてみたいけど勇気がないです、あの私みたいななんかわーさーみたいな、なんかもうえちょっと待って風来たんですけどみたいな、バサ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 みたいな、あのつけまじゃなくて、ほんまになんかちょっとさ、ちょっと自分の自まつげを足すくらいのソフトなまつげも結構ね売ってんのよ、やからあのそういうのをちょっとチャレンジしてみたらいいかも、すごいナチュラルにできるからね、そうなのよね、うーん、なるほどね、そうほんまなんかみんなでね、なんかこんな風に思い合えたら最高やのに、なんでわざわざ言いづらい会社とかにするのかわけわからんねだからほんま私それがびっくりすんねん、いつもわざわざさ自分の職場をさ不愉快な場にする必要あるとか思って、何なんだろうとか思うよね、よしリップしようかな、リップしようかな、なんかあのせっかくさ長くさあの働きたいと思ってる人なんだったらなおさらさ、その職場って大事やんか、キャンメイクのここ使ってリップライナー描くね、なんかそんなさ大事なさあの職場をね、なんか自分でなんか悪口言ったりとかなんか意地悪したりとか、そんななんかサバイバルみたいなさ、そんな危険な場所にわざわざするやつの気が知れんのよ私ほんまにね、ごめんゆこりんさん、個人の正義はそれぞれだけど、その正義を振りかざしてくる人が嫌だ、そうね、ほんまにほんまにそうよね、いやでもね私もね気ぃつけなあかんなと思う時あるのよ自分で、あの私もねほんまに無駄に正義感が強いから、なんかあのいらん正義みたいなので、なんかそんな良くないみたいな風に思ってしまいがちやから、気ぃつけないと私もそういう人に一歩間違えたらなりかねんなと思ってんね、だからほんまに気をつけようと思ってる、これって本当に言うべきとか、あの一回自分の中に置いて、これって言ったら自分はすっきりするかもしれへんけど、これって言った方がいいのかなとか結構考える、これって私の自己満足かしらとかすごいね一旦考えるようにしてんねん、ほんまに私もさっきも言ったけど、あの無駄に正義感が強い方やから、これっていらんことちゃうかとかさ、ちょっと冷静にならな、私もその誰かのために言ったるみたいな気持ちになって大下手こいた経験が結構あるから私が言ってあげるわみたいなので、ちょっといらんことしてしまった経験が結構あって、すごい私もね反省してる過去があるからね、あれはきっと私の無駄な正義感がさ自分を満足させたくて言ってしまったんじゃないかなって自己分析してる、その友達のために物申した自分っていう方に自分がこう気持ちよくなっちゃったんじゃないかってすごく反省してる、そういうことがね結構あったのよ今まで、ほんまになんか例えばさ、そのなんかそんなこう誰かを守るつもりやったはずなのが、なんかいらんこと言うて結局自分が一人ぼっちになったりとかあれ
みたいな、え、これっていらんことでしたかみたいなことあるからさ、よくよく状況を把握せなあかんねんなってすっごい思うね。やら、ほんまにね、その正義感ってすごい大事なことやんか。こう友達のために文句言えたりとか、怒ってあげたりとか、注意ができるってほんまにね、すごい大切なことだし、そんな勇気のある行動ってほんまなかなかできひんから、絶対大切にしてほしい気持ちではあんねんけど、あの私の失敗もあるからさ、私がさっきも言ったみたいにね、自分の正義感振りかざして、結局これって誰のためやったんやろって、私がすごいさ、あの自分で自分で勝手に気持ちよくなって言ったんじゃないかって思う節が自分であったわけよ。だからそれはあかんなってすっごい反省して、そう、なんかそれすっごい気をつけなあかんよね、ほんまに。だからどうしたら平和に解決できるかなとか、どうしたらみんなが嫌な気持ちに並んで済むかなっていう考え方に、あの変えなあかんなって私も思って、すごい考えて注意してる。やっぱりほんまにアホなちょっとつ盲信な正義感を振りかざしてた自分もいたからね、必ず、うん。だからね、そう、キャンベル・カナさん書いてくる、ほんまに自分がスッキリしたいために私言っとったんちゃうかなって、ほんまに自分を疑わしく思ってるからねえ、ほんまに。そうね、サナさんがその正義感を利用してくるやつもいるから気をつけてほしいって、ほんまね、冷静にならなくちゃね、それがすごい大事よね、ほんまほんま。私もすっごい反省してる。そう、変に おりょうさんが帰って変に大ごとになったりね、ほんまなんか穏便に済ませれたものをもうめっちゃさなんか大ごとにしちゃって、みんな引っ込みつかんみたいなことになっちゃってね、ほんまほんま。そうなのよ。いや、そう、なんかね、そのまゆまゆさん、昔からいじめられてる人を見過ごせずとばっちり受けてます、見て見ぬふりできたら楽かも。いや、でも見て見ぬふりするのって絶対あかんやん、で分かってるやん、それが。そしたらさ、そこに突っ込んでまうやんか。そしてあのもっといい解決法があったはずやのに大ごとにしちゃって、誰もが傷つくって、誰も助からないみたいなこともあるからさ、もうほんまに難しいのよね、ほんま。いや、だからそうね、その自分の責任を持ってその発言ができるかどうかをしっかりね考えないとね、あかんなって私もそこ反省してんね、いつも。よし、リップ、あ、リップを紹介してなかった。今日はね、ウルトラマットリップのドーナツっていう色を使います。いや、でも常に反省していかなあかんよね、その自分が絶対正しいわけじゃないやんか、ほんまにね。だからでも常に自分がほんまにこれは良かったんかなとかさ、これ言って良かったんかな、言わん方が良かったんかなとかさ、私の対応が正しかったのかなって常にやっぱ振り返ることも大事よね。私も見てみるふり結局できひんねん結局できひんねん。ただその上手い方法というかさ、上手いことをこう解決する方法をやっぱ見つけていきたいなと思うよね、うん。そうそう、一人反省会ばっかりだと疲れるけどね、結局ね。あ、やけど、まあ、反省はしても後悔せん生き方したいよね、やっぱね。反省は何回してもいいからねトッピングさん、初めてコメント失礼します、チャンネル登録しました、ありがとう。マリポンさん、サシさんちょっと用事があるんで抜けますね、楽しかったです、ありがとうございます、また遊びに来てね。タレパンダさん、そんな時は歌ってる、あ、いいよね、歌って本当に素敵。皆さん台風大丈夫でしたか？私広島大丈夫やった、みんなのとこはどうでしたか？うん、ありがとうございます。笑いのツボが、ウータンさん、笑いのツボが同じで瞬殺サシさんにはまりました、わかります、無駄な正義感の意味、私もおせっかいで人のことで悩み苦しみ熱くなり常に反省しています。いや、なんか私もさ、ほんまにね、なんか私ね、なんとかっていう病気なんちゃうかなって、あのほら、人の痛みを自分の痛みのように思ってしまう人の病気あるやん。だからなんかあの国行きも結構そういうところがあって、
あれなんていう病名やったか忘れたけど、なんかあのアルファベットのさ、なんだっけ、 ADHD じゃなくなんか HSP じゃない、なんかそんな感じのやつ、なんかあの人のことやのにもう我がことのように腹が立ってしまってもううってなる、その共感性みたいなが異常に強いみたいな、エンパス分からん何やったっけ、なんかね私あ HSP かな、なんか私それがそれちゃうかなって自分で思う時あんねん、ほんまになんかお友達がさ実はこんなことがあってとかって言ったらなんかなんだってみたいなさ、もうこんなこと許せないとかさ、すごい異常になんか思っちゃったりとかさ、もう友達がなんかすごい悲しい気持ちになったらもうほんまに我がことのようにほんまにもうしんどなって悲しなって、もうふーんってもうすっごい辛くなっちゃったりとかすることがあるんよ。だからなんかそういうのなんかなと思ったりもするねんけどさ、ほんま、あ HSP か、なんかそんな当てはまるなと思うところが結構多かったんよ。もしかしたらそういうなんかところが私にもあるのかもしれない、もしかしたら。なんかあれよね、あそう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 、本当にさ、なんかあ、アミさん、サシさんのだいぶ後からメイク始めたけど、サシさんより先にメイクが終わりましたありがとう、うん、そうね、そうなのよ。お、XY さん、5人に1人は HSP の気質ありますからねって、私もその気質がありますって書いてくれてる。あ、そうなのかな、そうなのかもしれない。だから結構なんていうの、気使いすぎたりとか、こう人の顔色を伺いすぎたりする部分もあるんよ。あんまりいい面ではすごいなんかあこの人すごい今悲しがってんなとか、なんかあの人ちょっと今きっと怒ってるとかっていうのすごい早く誰よりも気づいたりするんやけど、その分さ人の顔色ばっかり伺っちゃう癖があって、そのしんどさはちょっとあんねん。だからあんまり考えすぎんとこっていう風に思ったりもする。あ、タレパンダさん、書籍がたくさんあるから読んでほしいです。ちょっと読んで勉強するわね、ちょっと私も。樋口由紀子さん、最近私は負な会話や陰口だなと思ったら自然と聞こえなくなる技を習得しました。すごい私もスンっつってなんかちょっと耳に蓋をするちょっと技を習得しようと思う。そうね、なるほど、ハイリーセンシティブパーソンっていう意味なのね、 HSP って。なるほど。だからそのなんかね、ほんまにその涙もろかったりとか、その尋常じゃないのよ、ほんまに。その人の悩みとかやっぱ聞いたりとかすると、やっぱやからさ、こんな風にみんなからの DM とかいただいた時もほんまにね、我がことのように受け止めすぎてちょっとあかんなと思って、ほんまにお返事をね返せてなかったりするんやけど、もうマジでね、その我がことのように悩みすぎるから、ちょっと気をつけないとあかんなって思うね。私もこういうの大変よね、ほんま。だからなんていうかな、その自分がこうパフォーマンスとしてどういう風に求められてるのかとか、その、まあね、タレントとしてとかモデルとしてとか、そういう意味ではきっとそのこういう風なさ、なんか仕事には向いてることなのかもしれないよね。自分がどう求められてるかとかさ、このプロデューサーはこういう仕事を求めてんねんなとか、ディレクターの方がさ、こういう意図できっとこの台本は書いてるんだろうとかっていうのをやっぱりこう気づくことって、すごくこの仕事にとってはめちゃくちゃ大事なことやから、すごい向いてはおると思うね、自分でね。だからね、その岡田さんを書いてくれた芸能人でも多いみたいですねって、だから多分それに長けた人が結構多いのかもしれないよね。そのこういうリアクションが欲しいなとか、こういうコメントが欲しいんだよなっていう時にパッと言えるみたいな、そういう人がやっぱり残っていくだろうから、そういうのが多いんだと思うんだけれど。ミミンさん、エンパスとはエンパシー、共感、感情移入の力とも呼ばれる共感力の高い人という意味の言葉です。あ、そうなんだね。
人並み外れて共感力が高く、生まれながらにして人の感情エネルギーに敏感な気質の人。確かにそうかもしれない。そうなのよね。そう三つ歌詞さん、虐待とかのニュースとかしんどくなりすぎて苦手。わかる。もう私ね、なんかちょっとね、このニュース見てとかで、こんなひどいニュースがあってって言ってパッと見せられたニュースで、中国かどっかでね、子供がこう棒でバーンってお父さんかなんかに叩かれてる動画やったわけ。それが私それがもうショックで具合悪くしちゃってさ、もうなんかもうずっと心がもうギューってなって、もう悲しくってもう何日もね、ほんまに起きれないくらい辛かったことがあったの。だからこう、そういうのはね、ほんまもうね、もう 見ないようにというか、なるべくね、そういうニュース見たくないってなるよね。だからもう悲しくなっちゃってさ、ほんまに。そういうか、その虐待とか置き去りのニュースとか、あったじゃん、お母さんがその2人の子供をさ、家に閉じ込めてガムテープ貼ったりとかっていう、そういうのあったじゃない。でもちょっと苦手な方ごめんね、ほんまに。そんなニュースですごい、ホストのところに遊びに行ってとかっていうのがあった時は、あれもかなり答えたね。超落ち込んだ、ほんまに。ほんとね、もうマジでしんどかった、あれは。乗り越えれてない気がする、まだあのニュース本当正直。ミキさん、私も空気や人の顔を読みすぎてめちゃくちゃ疲れてしまいます。そういう自分の性格大嫌いです。わかる。私もね、ほんまになんかやっぱりさ、その小さい時に家を私出てるから、小学校を卒業してから家を出るとさ、やっぱ未熟な状態で家を出てるわけよ。そしたら突然こう未熟な状態なのに、大人の社会とかこうルールみたいなところにポンと放り出されて、甘えれない、だけど下手打つやん、常識ないから、全然育ちきってないから非常識なことしてしまったりとかして、本当にもう勉強不足すぎてね、こう社会のルールみたいなのをいきなり叩きつけられたりとかして、常にこう大人の顔色を伺ったりとか、先輩の顔色を伺ったりとかっていう生活が結構長かったから、それはやっぱ染みついてしまったりとかもあるんやけど、そういうのもね、やっぱ原因の一つかなと思ったりしてる。その先天的なものもあるかもしれんけど、後天的な理由もあるんじゃないかなって自分を分析してる。そう、キャンベル・カーンさん、そんな人は教師に向いてると言われたことがありますが、しんどいよねって。私ね、それで学校の先生辞めようって思ったのよ。ちょっと窓開けとったから虫が入ってきちゃった。なんかね、ほんまに一人一人の生徒のことを考えれてない自分っていうのがもう許せなくなってきちゃってさ、なんかだから先生に向いてるはずなんやけど、ある種こうクールにどっかドライに考えれる人じゃないと体が持たへん職業やと思う。うん、それがちょっとしんどいなと思う、私はね。そうなのよね。そうなんだけどさ、もうほんまなんか考えすぎるとしんどいよね。さとみさん、わー、こんにちは。ふるこさん、こんにちは。ありがとうございます。みんな見に来てくれてね。ありがとうございます。黒猫レンジローさん、さちさん、ライブ配信お疲れ様です。ありがとう。ねえ、ほんま。松リーさん、買い物中に明らかに向こうからお前がどけと言わんばかりにカードぶつけられました。私は障害で話すことができないため頭を下げて端にギチギチに寄って避けたのですが、すれちざまに下打ちされボケがと言われました。すごく嫌な思いを昨日しました。私ね、この間ね、 100円ショップ100均ダイソーで商品を見てたの。これどっちがいいかなとかって普通に見てたので、確かに私体も大きいからきっと邪魔だったんだろうね。おじさんじゃないの、おじいちゃん、もう80歳90歳ぐらいのおじいちゃんがガーって言って、私に思いっきりカートバーンってぶつけて、はいとかって言って思いっきりぶつけられたの。めっちゃびっくりした。
やほんまね、ちょっとショックやった。私もそしたら店員さんがブワーって飛んできてくれて、すみません大丈夫ですかとかって言ってくれたんやけど、大丈夫ですって言って、もう震え上がったよね。もう怖いと思って。ほんまそういう人いてるんだよね、たまに。ほんまに怖いよね。まあ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  TV さん、未だに生徒さんのことは気になりますか気になってる、元気にしてるかなとか、うん、なんかみんなきっともう大人になってるかなとかさ。私が25歳で結婚してるから、私がね22歳から25歳までの間の生徒さんだから、もうみんな親になってるかもね。うん、そうかもしれない。加藤家の気ままなチャンネルさん、今やっと来れました、ありがとうございます。朝ちいさん、暑いですね、ありがとう。本当暑いよね最近。さとみさん、イヤホン持ってくるRS さん、じいさんやだじいさんやだわ、ほんまそう思った。私もえゆきさん、初です。アーカイブとか、アーカイブかと思ったらまだライブだった今日めっちゃ長いライブしてるね。10時からやってるから。キティさん、夜勤だからさっき起きてお昼終わったうん、ありがとうございます。アーミーさん、マイナス20キロしたのに20キロリバウンドして今の体型が許せないのに、食べ物のことばっかり考えて痩せることばっかり考えて疲れたけど痩せたい、気持ちがなくならない、辛い永遠のテーマだよね、ほんまね。私もほんまそんなことが多かった。最近はもう全然、もう痩せたいとかっていうのなくなったけどね、ほんまに本当。マカロンさん、いつも楽しく拝見し教えていただいてます。お話も楽しく、でも配信気がついたのが今頃で質問したいけど時間ないと思って焦ってみてますあ、全然今日ゆっくりしようと思ってるから、うんうんうん、ありがとうございます。本当にね、なかなかやっぱりいろんな人がいるからさ、平和だから、まあ平和じゃないんかね、やっぱね。うんと、ゆずばあばさん、お邪魔いたします。ずっと人生でこれでもかというほど辛いことがあって、 YouTube とか見れる気分ではなかったんですが、久しぶりに見てます。もういや、ほんましんどいこといっぱいありますからね。みんなゆっくりしててください。マナタロさん、そろそろ仕事向かわないと、サシさん一緒にメイクできて楽しかった、また生配信お願いしますね。ありがとうございます。マナタロさん気をつけてね、いってらっしゃい。唐揚げさん、はじめましてありがとう。唐揚げ食べたくなってきましたもこママさん、お年寄り偉そうな方多いわ優しい方もね多いんやけど、たまにもびっくりするぐらいなんか大変な方いてるよねほんまに、ほんまほんまね。玉城美香さん、一重で目が小さい人のナチュラルメイクの方法ありますか。なんかね、結構海外メイクみたいな感じで、なんかね、強めのアジアって感じのメイクになっちゃいそうなんだけど、なんかまたそういうのもやりたいよね。石橋ゆっこさん、サチさんお昼ご飯食べないんですか。なんか今日いいかなと思ったりしてた。もうちょっとさ、お腹すくのかしら。ネイロさんがこれからネイルに行くので、私もシャワー浴びてメイクして行ってきます。また来ます、いってらっしゃい。ママママ TV さん、そろそろ仕事に戻ります、いってらっしゃい、頑張ってねみつかしさん、今日はライブ配信中ラーメン食べたら、それ作りに行かなきゃなくなってくるから終わりお、モナさん、アーカイブばかりで生配信は初参加です。サチさん知る歴少ない私ですが、とても安心します。わ、嬉しい、ありがとうございます。あ、増田美香さん、ありがとうございます。職場で2年のいじめに耐え、
2年のいじめに耐え、結局その人の性格が周りに分かり、その人が今度は孤立しています、自分に返ってくる。なるほど、ありがとうございます。そうだね、ほんまに結局はさ、いつか周りも気づいてきて、なんかあれ、あの人ひどくないっていうのに気づいたりするよね。ありがとうございます、スパチャしていただいて。ゆずばあばさん、 ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございます。うん、太ももかさん、途中どうなるかと思ったけどメイク完成してよかった。あ、そう、ハイライトとかしないの。でも私ね、ハイライトしないよね。ちょっとね、ごめんごめん、これセザンヌのパールグローハイライト今日使います、01番。こんな感じ、なんか白いハイライトよりやっぱりこういうクリーム系とかシャンパン系、ピンク系を使うようにしております。私はなんかその方が肌なじみがいい気がしてる。よいしょ、うん、ユンさん、つけまって使い回しできますか。私使い回ししてる、あの何回か使って、こう何回か使ってもノリとかも綺麗に外したりとかして置いてる。ただクレンジングとかしちゃうと、なんかそのつけま自体の毛がバラバラとかでなったりするから、あのほんまに綺麗にちょっと取ってって感じにしてる私は。そう、ほんまなんと、なおさん、二重が似合う人羨ましいです。私もあのもうテープ思い切り貼ってるからね。なおみさん、青森から初めましてです。お、すごい、青森か、行きたいな。 XX アチャミックスさんでいいのかな。サチさんの配信始まりで家出て最寄り駅の耳鼻科を受診して今帰宅しました大野幸子さん、マリオネット線消すの忘れてる、ほんまやじゅんたんさん、授業参観に合うメイク教えてください。授業参観か、私のメイクは絶対授業参観にしてたらあかんメイクやからね、今日のやつとかは。ほんまにめっちゃ鼻水出てきた、ちょっと待ってほんとね、ハイライトおいくらですか。これセザンヌのハイライト何本ぐらいやったんやろうな。1000円しなかった気がする、セザンヌのやつ。セザンヌもまあまあ安めのね、お手頃なものかなと思います。黒猫レンジローさん、参加できて楽しかったです。アーカイブで見ます。ありがとうございました。ありがとうございます、本当にありがとうゴロピカドンさん、出かけて帰ってお昼作ったけどまだやってた今日久々みんなとほんまにのんびりやり取りしてるって感じですね。で仕事に戻ります。さとみさん、ありがとう、気をつけてね、頑張ってください。セナホリックさん、サチさんみたいな優しい人がいると安心します。いや、よかった、そう言ってくれたらほんまに嬉しいです。私もほんまに、なおさん、今日はファンで薄めですか。そう、ね、今日、ね、なんていうの、いつものもうゴッテゴテのフルカバーメイクみたいな感じではないですね、今日ねマイさん、小6の娘がこの間またサチさん C3P をしないかなって昨日配信見ながら言ってましたありがとうございます今度あのギラギラ C3P をメイクするね楽しみにしてて。ミミタンさん、メイクブラシ使うと粉が舞うから鼻水出ません。あ、そうなんかな。私寒暖差アレルギーもあって、それもあるかもしれないと思ってたけど、そうかもしれない。と日向千恵さん、はじめまして、再婚同士ですが今日結婚記念日で幸さんのライブ見れてることがすごく嬉しいです。いつも元気をいただいております。本当にありがとうございます。今はネイルしながらまったりと見させていただきますって、すごい、再婚同士か。でもなんかそういうのもまた運命的で素敵よね。
なんかお互い一回結婚したけどなんかうまくいかなかったりとか、まあ、例えばパートナーがいなくなったりとかして、もう一回なんかあの一緒に結婚したいなって思える人に出会うってすごいよね。ほんますごい素敵なこと。もうすごい羨ましい、素敵。もこママ行ってきます。あ、行ってらっしゃい。ありがとうママさん、いつも見に来てくれて。甘い菓子乙女さん、髪切り行ってきます。あ、行ってらっしゃい。素敵になったらまた教えてね。かなぶんかなさん、福島からです。さちさん、さちさん YouTube たまに見てます。サバサバして大好きです。ありがとう。でも、ね、たまにうじうじしてるから、全然もうとか言ってるから。ありがとうございます。うんと、おはようホープさん、アルビッチさんがマリオネットラインはいつも笑顔でいたら気にならないとおっしゃっていました。実践中です。足はめっちゃ笑ってんだけど、ここめっちゃ気になってんね。ね、ありがとうございます。マモンさん、ギラギラ楽しみにしてます。オリさん、コーヒー3杯飲み切った。今日結構長いあの配信させてもらってるのであれですね。ケイカンノさん、前に紹介してくださった泡ファンデ、夏には不向きですか。どうだろう、もしかしたら不向きかもしれない。なんかあの乾いてから塗ってる時はいいんだけど、乾いたら急になんかこう落ちてきそうな感じはした。やっぱり擦れには弱い感じがしました。うんと、ひなのあさん、午後も仕事頑張りたいので、さちさん、大好きなさちさんの楽しい変顔を見せてください。どういうこと、変顔、頑張ってね、お仕事。これ正解なのかなこれ。あ、おゆさん、ありがとうございます。大学生の娘が優しい人だねと言っています。ありがとう、おゆさん、大学生の娘さんもういてるんやね、ほんまには。ありがとうございます。娘さんも頑張ってくださいね、お勉強も大変と思いますけどね。ありがとうございます。チワワ2000ロンチーさん、犬の浴衣作ってたらサチさんのメイク完成してた。そう、裁縫ができる方すごい、ほんまほんますごいな。ワンちゃんの浴衣作ってあるんや、素敵やね。いいね、そういうのがね。あ、マリンさん、ナイスパ。星キラキラって書いてくれてる、ありがとう。ふとももかさん、今日は上司のパワハラのせいで気分落ちてたけど、サチさんと皆さんのおかげで午後は外出してみようかなという気持ちになりました。ありがとうございます。あ、よかった。もう上司のパワハラとかほんまもパワハラですよね、ほんま。おわーってなるよね、ほんまに。なんやねん、偉そうにすなとか思うよね。あやこさん、サチさんはじめまして、初ライブ参加楽しかったです。ありがとうございます。嬉しい、本当に。チャンパルパルさん、今日もサチさんの楽しい配信見られて楽しかったです。仕事に戻ります。ナオミさん、サチさんいつか青森来てください。私も行きたい、待ってます。仕事戻りますね。わー、ありがとうございます。リツ N さん、わー、出遅れた。あ、見に来てくださってありがとうございます。アラフィフ、うん、あ、待ってね、待って待って、どこ行った、どこ行った、あ、ちょっと待って、コメントがわーって言っちゃった。アラフィフようこスタイルさん、仙台より参加です。私も再婚同士です。あー、素敵、いいですね、ほんまほんま。ユミさん、最近広島に行く機会が増えて、サチさんに会いたくて街中うろうろしています。会えたら泣いちゃう。嬉しい、本当にありがとうございます。森の小道さん、今日は七夕で一粒万倍日、そしてサチさんの生配信今日は最高、ありがとう、嬉しいです。嬉しいですね、ほんまありがとうございます。MS さん、太陽光、蛍光灯、どっちの光の下でメイクするのがいいのでしょう。いや、どっちやろね、ほんまに。だけどなんかあの太陽光、この 窓側見ながらこうさメイクしてると、ほんまに綺麗になんか明るさがちゃんと分かってメイクしやすい気がするよね、本当に。私はそう思う。ちょっと待って、シェーディングするの忘れてた私。時々思い出して時々メイクする配信になってる。これすごい便利で使ってる最近。これはね、これはケイトの
こういうやつ、うん、ありがとうございます。皆さんほんまにありがとね。ありがとう。のんのんさん、裁縫できる人尊敬しちゃう。あ、ほんまよね。私の同級生のさ、かずちゃんもさ、ほんまにすごいお裁縫うまくて、ほんまにミシンとか持ってバーってね、塗ったりとかするからさ、ほんまに時々、え、ちょっと助けてとか言ってさ、助けてもらってる。もうちょっと直してほしいねとか言って、ちょっともうバイト代払うからとか言って、ほんまね、そんななんかちょっとの材料費とかやっぱかかるやんか、その裾を直してもらったり何するでもさ、でもこんだけでもいいからやってくれへんとかで、そんないらんよとかって言ってくれてさ、いつもめっちゃほんま材料費ぐらいでやってくれんねんけどさ、そういうのできる人めっちゃ尊敬する。私も顔中さん、こんにちは。風邪ひいて仕事を休みして見てます。風邪ひいてよかったと思いました。イエーイしっかりね、直してくださいね。夏風邪ってほんまさ、なんか長引きそうなイメージあるよね、ほんまに。やっぱりその暑いからさ、バテてるから、その栄養もさ、なんか取れてないのかなと思ったりするよね、ほんまに。ごめんね、みんながね、もうちょっとわっとなってくれて、 ありがとうございます。黒川真希さん、我が家の愛犬の名はシオンと言います。あ義理の息子さんのお名前もシオンさんですか。そう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 、昨日の生配信で急げと言ってお小遣い私にくれてたそう、シオンちゃんっていうのよ。みんなトンタンって呼んでるけどね、シオンちゃん、シオンちゃん、トンタントンタンって言って、トンタン昨日ね、私にスパチャしてきて、ハリアって言って、私が急いでたからさ、ほんまに遅刻しそうなのに全然なんか用意できてないからスパチャしてきてくれてた。義理のお母さんへの新しい小遣いの渡し方とか言って、みんな大笑いしとったけどね、昨日ねめっちゃ楽しかった。そうなんだね、シオンちゃん一緒名前ですね、ワンちゃんと同じ名前です。待ってね、コメントがわーっといっちゃった。ありがとう。あずさん、わ、さしさん素敵に返信ありがとう、嬉しい。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。松リーさん、さしさんに呼んでいただいたので、もっと気分を上げたいので、今からメイクします。あー、イエーイ。シミ消えます？ケイト、ユンさん。これシミ消えるというか、まあ、シェーディングやから、まあ、ちょっと結構暗めな色なので、なんかなんていうの？暗いところ、ちょっと色ぼかすには結構いいかもしれない。もしかしたら。ね、ありがとうございます。マロエミさん、お昼間、ごめん。言えてない。お昼間生配信でさちさんを拝見できて嬉しいです。これからもメイクの楽しさを伝えてくださいねって、ありがとうございます。ありがとう、ね、嬉しいです本当に。花丸みーこちゃん、今来ましたありがとうございます。ベグさん、サチさんの配信アーカイブを見ながら寝落ちしてたら起きたら生配信新しいのがね新しいの始まってるやんみたいな次のやつ始まってしまってる。ありがとうございます。みんなね、ほんまコメントいっぱいしてくれてありがとうございます。なんかお名前っていうか、そのコメント一回も読まれてなくてちょ悲しいわっていう人いたら言ってね。なるべくみんな読みたいなと思ってるんやけど、見逃したりもするからもうわーっと行くからさ、だからちょっと私まだ読まれてないわよ、いい加減しなさいよっていう人がいたらちょっと書いてね、ほんまに今日ゆっくりしようと思ってるからね。えイブリンさん、猫にご飯あげてきます行ってきて、ぜひぜひ。なんて呼んだらいいの、みーこさん、みーこ中谷さん、あ、メイクも終盤だ。サチさん、コンシーラー&シェーディングのおすすめありますか。コンシーラーとシェーディング、
なんかね、コンシーラーとシェーディングにはあんまりこだわってなくて、結構なんやろ、コンシーラーもね、あのキャンメイクとかが多いかなと思う。でチフレのやつも良かったし、ミシャのやつも良かったよね。だからなんか私コンシーラーってほんまにやっぱ全然こだわってないかもしれない。隠せれば何でもいいやと思ってるのかな。ねえ、ほんまにそうなんですね。あ、顔中さん、沖縄にも遊びに来てください。沖縄に住んではるんや。私沖縄に行ってみたくてね。なんか小学校の頃にさ、竹富島のお話を教科書にね書いてあって、竹富島のね、なんかそれを見てからすごいなんかあの沖縄への憧れがすごくて、まあその那覇とかそっちの方でお買い物したりとかもしたいなって。で美ら海水族館とかもテレビで見るじゃない。わあいいなとか思うね。行きたいな。ほんと樋口由紀子さん、この間スーパーの出入り口前に短冊があって、小6の娘に何か書くって聞いたら、あ、大丈夫ですって言われた。大丈夫って何？何が大丈夫な？なんだか寂しく感じた。いや、この年頃ってさ、なんか素直に短冊に書くのとか恥ずかしかったりするんじゃない？やっぱり。私もなんかそんな思い出あるもん、やっぱり。なんかちょうどね、たまたま、学校のなんか七夕の行事の時に、短冊にみんな書くやんか。それなんか教室で取材が来てて、ちょっと写させてって言われたのがすっごい嫌で、なんかもうそれすごいなんか、嫌だとかって言って、今みたいなそうやったら、絶対やってって、とかって言うのに、当時はやっぱ恥ずかしかったよ、すごく。だからその気持ちはちょっとわかるかも。今はちょっと恥ずかしい時期なのかもね、と思う。リツ N さん、来たばっかりだけど、お花摘みに行ってきます。どうぞ。ね、ありがとうございます。ちゃちゃ工場長さん、楽しく拝見させていただきました。午後からまたダンプ乗って仕事してきます。すごい、ダンプ運転してるんや、かっこいい。あの大きい車とかバーンって運転してるの見たらもうめっちゃかっこいいなと思うよね。よう幅理解できますなと思うよね。あれ技術やよね、すごい。ひまわりさん、キャンメイクのポワレス買ってきました。あ、そうそう、昨日使っとったよね。あれもなんかすごいね、めっちゃ使いやすいから、ぜひぜひ。加藤家の気ままなチャンネルさん、最近まぶた落ちてきて二重テープしようとしたんですが、まぶたがよれます。いや、私のね父もこの間ね、私のライブ見に来てくれたんやけど、兵庫県から。もう最近わしまぶたがなこうかぶってきてもめちゃもう嫌やねんとかって言ってて、やっぱりどうしてもさ、あの年齢とともに、私もそうやし、このたるみって出てくるやん、この。で太ってんのにパンと張ってるだけじゃなくて、ちょっとねたるみとかが出てくるね、皮が伸びるっていうか。なんかだから思い切って、そのなんかお父さんにね、私の父に、整形してもいいと思うよって、そのまぶた眼瞼下垂みたいになってるからさ、やってもいいと思うよって、うーんって言ってたけど。ゆうさん、 YU さん、え、まだやってんの、すごっ。今日めっちゃ 1,2,3 時、もうちょっとで3時間になりますね。マジで3時間、もうちょっとで3時間。みちゃん、やっとリアルタイムで見れました、ありがとうございます。さきとよさん、ぜひ沖縄来てください。いいな、沖縄いいね。パリスさん、名古屋にも来てね。名古屋はひつまぶしかなって、あの名古屋駅でさ、名古屋駅のさ、駅のなんかこう下に降りていったところに、そのエビフライとか食べに行って、すごい美味しかったんよ。あれまた食べに行きたいな。ちょっと待ってね。アラフィフ陽光スタイルさん、私もだいぶ前からメイクしてますが一向に完成しません。アミアミさん、変面思い出しました。そんねつね。あれでも散々笑いすぎて私もう泣いたからね今日ほんま。チャオパオさん、はじめまして、はじめまして。石橋一子さん、サチさんは好き嫌いありますか。食べ物の話かな。パクチー以外食べれます私、結構ね何でも食べれる。花丸みーこちゃん、たるみ毛穴でファンで何使ってもがっかりな仕上がりになります。いやほんまさ、なんかあのこの辺切ってさ、ピンってするのあるやん、あれもね、なんかわーいいなーとか思ったりもすんねんけど、ちょっとまだいけんちゃうかと思ってね。
もうちょっとやっぱもうちょっとおばあちゃんになってからやりたいなと思ったりもしてる。なんかあれ何回もできるわけじゃないとかっていうの聞いたから、今まださ今まだ元気な、まだ元気な状態、まだ今早いかなと思ってる。ね、ジュンジュンさん、義理父の施設に お金払ってきます。あ、行ってらっしゃい、気をつけてね。中広さん、私はメイク出来上がりの時スローで見せてくれるお顔の見せ方好きです。わ、嬉しい、ありがとう。あの時ほんまもう散々カッコつけてるよねみたいなねさあさん、今サチさんの声を聞きながら寝落ちしてました。夢にサチさん出てきて一緒にエレベーターに乗ってたのに、なぜかサチさんいなくなってた。笑い声で目覚ました、ごめんテテさん、初参加です。毛穴の開きには何かおすすめの下地ありますか？あのね、その下地 あのポアレスカバーみたいなのを結構私使ったりもしてるんやけど、メイベリンとかあのキャンメイクのポアレスカバーみたいなの使ってるんだけど、あのこれも結構いいよ。あのサインのこのね、これはリッチシャインクリームっていうそのハイライト、スフレ状のハイライトなんやけど、なんかあの肌がこう輝いてパーンと張って見えるから、結構毛穴も目立ちにくいかなと思ってる。うん、なるほどね。そうそう、いろいろね、いろいろあるよね。なんかいろんなものがあってさ、なかなかこの全ての人の肌に合うってものはきっとないと思うから、その好みもねやっぱあるよね。そうね。高橋ひとみさん、先ほどもコメント送ったのですが、今日65歳の誕生日です。あ、おめでとうございます。娘と一緒にバチバチのメイクつけまで頑張ってます。残りの人生自分らしく生きようと思ってます。わー、おめでとう。65歳でバチバチのメイク、かっこいい。私もそう、絶対そうなっていきたいと思います。本当におめでとうございます、ひとみさん。あずささん、昼休憩から戻ってきたらまだやってた今日長いよね。今日私は長い、マジで。ロザリオ悦子さん、サチさんが沖縄に来てくれるなら私がガイドします、嬉しい。さやまきさん、はじめまして、ライブ初参加できて嬉しいです。私も嬉しい、ありがとうございます。そうなの、虫が先で網戸にしとったんよ、ずっと。ほなもう虫めっちゃ入ってきてしまって、このライトつけてるやん、ライトにしょってきてしまって、ごめんなさい、ほんまに。そうなの、だからね、慌てて閉めたんだけどさ、もう時すでに遅しやってるね。この結構ね、お家がね、山の近くなよ。そして私の今お家がね、裏がもう山で、結構ね虫がすぐ入ってきちゃう。この間カナブンみたいなやつが入ってきてめっちゃびっくりしてバーンとか言って。ピヨピヨさん、こんにちは。今月からフィットネス通い出しました。おー、すごい、最後のダイエットと思い頑張ります。すごい。空母 KM さん、皮膚が重力に耐えられなくなるのかな。顔ダンスとか顔の筋肉鍛えてますか。いや、顔ダンスとかしてない。なんかでもやりたいよね、顔の筋肉とか。こう、いや、なんか私もちょっと考えてやってみよう今度。アサチーさん、白髪が5本生えてた、抜いちゃった南波よしこさん、私は50歳で二重なのですが、ラインを描くときシワが邪魔してガタガタになります。綺麗になりません、どうしたらいいか教えて。あと目の下のシワが何本もあり、涙袋を描いてもシワで埋まるんです、どうしたらいいか教えてください。そう、なんかさ、私もなんだけど、この肌がね、若い時と比べてやっぱなんていうの、やっぱたるんでるよね。だからそう、アイラインもあのペンシルだともう描けない。私は今ジェルアイライナーでギリ描ける感じだから、もうリキッドに変えてます。リキッドに変えてこういう風に描いてる。その前までね、ほんとペンシルとかすごいクレヨンタイプみたいなやつもすごい好きだったんだけど、描けなくて、なんかもういつまでもおるのよ。なんかもういつまでも描けずにずっとおるねで無理に描いたらガガタガタガタみたいになっちゃうから、もう完全にあのリキッドに変えました。涙袋もね、なんかここもたるみが出てきたらなんかどうしたらいいんだろうって感じよね。よくなんかここだけのさ、貼るタイプのパッチタイプの何かあるけど、ああいうのもどうなんだろう、聞くのかしら。ヒアルロン酸とか入れてる人おるけど、あんなもなんかドキドキするよね、怖いよね。うーん、ホットケーキさん、こんにちは。副業先からも帰ってきてお昼ご飯中です。あー、お疲れ様、ゆっくり休んでくださいね。ゆっくりご飯食べてください。ケーセナキチさん、こんにちは。2回目の生配信参加です、ありがとう。
ね、嬉しいですね、本当。あ、増田美香さん、沖縄最高、毎年記念日に伺っています。マジすごい羨ましい。記念日に毎回沖縄、私も行きたい何の記念もないね。でも何の記念もない、私どうしたらいい。わあ、いいな、羨ましい。いいですね、沖縄ほんま行ってみたいな。一回も行ったことないから。皆さん気にせずご飯食べてね、本当に。マリンさん、眼瞼下垂で眉下リフトして1週間、眉毛の2ミリ下に傷跡ができました。仕方がないので眉毛の上を2ミリ沿って下げました。あ、なるほど、眉毛のこう上側を沿ってこう下にちょっと下げ眉にしたみたいなことよね。 下に眉毛描いたってことね。なるほど。顔のたるみには医療ハイフがいいと思います。医療ハイフどんな感じのやつなんだろう。私もちょっとなんか興味あるんやけどね、なかなかもうちょっと辛抱しようと思ってるエリさん、コメント読んでもらって嬉しかったです。今日は北海道でも綺麗に星が見れそうです。本当に楽しい時間でした。これからも動画楽しみにしてます。失礼します。ありがとう、見に来てくださってありがとうございますみっけさん、顔体操、あっかんべーって舌を出すと、あ、舌を動かすと二重顎なうよ、だって。こうやって、すごいね。ありがとうございます。中道めぐみさん、さしさん、そろそろオフ会はしないんですか？いや、オフ会でしたいなと思ってるんですよ。今、映画の上映をかけて、クラファン頑張ってるんですけど、挑戦中なんですけど、そのクラファンの先、だから、広島、大阪、東京、福岡で、上映会がもしできたら、その後オフ会したいなと思っています。なので、もし皆さん協力していただけるようでしたら、もうぜひぜひよろしくお願いいたします。向井かなえさん、明日は8回目の結婚記念日。気づいたら8年経ってました。うわー、すごい。あー、いいですね。ほんまに。そうか、結婚記念日か。うん、うん、丸恵美さん、サチさん沖縄似合いますってヒャッホーって言ってデブが大騒ぎしてるねえ、うん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 、わあ、すごいな、みんな、なんか、いや、行きたいね、ほんまに。ルミさん、今休憩時間、生配信また見れたんでありがとうございます。皆さん見に来てくださって、もう3時間もしてんねんね、ほんまにね。まあ、そろそろあれよね、もうちょっとみんなお昼も食べに行かなあかん時間になってきたね、そろそろ。うん、ありがとうございます。あ、そうか、ちょっと私いつの間にかメイクおあけみさん、さちさん、はじめまして、さちさん大好きです。あけみさんってあのあけみさんとは違うあけみさんかな。ありがとうございます、本当に。ね、みんなありがとう、本当に。わあ、いいな。かずちゃんが3時間さっちゃんを見続けた。同級生のかずちゃんが私を3時間も見続けてくれた。泣きそんじゃん、お前も。暇人か。面白い。牧うずさん、はじめまして、入ってみたらもうメイクがおられてましたごめんね、ほんまに。あずさん、さちさんの明るい声、子守歌みたいになって寝とったありがとうございます。さあ、私もね、そろそろもう3時間超えもしましたので、そろそろ皆さんとね、あ、ごめん、かずちゃん仕事しながら見てたまた飲みに行こうね。よし、皆さんともね、そろそろお別れをしようかなと思います。もう3時間超えてね、なかなかの長時間、生配信でございましたけれども、お付き合いいただきましてほんまにありがとうございます。いやー、ありがとうございました、本当に暇人ちゃう、肥満人私の肥満人じゃないよ、呪満人10万字って懐かしい。
ありがとうございます。はい、皆さん本当にね、また生配信ねやっていきたいと思います。今日はですね、午前中10時からお昼にかけて、まあ、いろんな方がねなかなか見に夜だと見に来れないっていうことで、今回は朝からお昼にかけての生配信をね、待ってね無記名機、遅かった、ごめんなさいね、本当にもう本当にありがとうございました、ほんまにありがとうございます、ありがとう、本当皆さんありがとうございます。夢アーミーさん、おつこお疲れ様っていう意味なのかな。にじこさん、楽しかったです、ありがとう。姫さん、仕事戻ったら話してるありがとうございました。皆さん長いことね本当にお付き合いいただきまして、でまた夜だったりとかお昼だったりとかいろんな時間にね生配信しながら皆さんとこんな風にちょっとやり取りできたらなと思ってます。なかなかちょっと動画もね配信できてなくてすいませんでした。はい、というわけで皆さん、またちょっとね暑い日が続きますけれども、皆さん体調に気をつけながら頑張っていきましょう。無理せずにねマイペースぼちぼちでいきたいと思います。ゆかりは寂しい、ありがとうございました。ひとみさん、おめでとうございました。それでは皆さん、またね。おゆさん、お疲れ様でした。あまり読まれなかったけどごめんね、本当にもう皆さんの全部読みたかったけどほんまになかなか読めなくてごめんなさい、ほんまにすいません、ありがとう。